やっと離婚できるな。これで堂々と一緒に歩けるわね。孫の顔が見られるのが楽しみだわ。そうやって勝ち誇った様子でいる夫たち。さっさとサインしろよな。ふんぞり返っている夫に私はとある事実を教えてあげた。実は見てほしいものがあるの。私がそう言ってあるものを見せると夫たちの顔が一気に青ざめていった。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。私はつい最近マサトという男性と結婚をした。彼とはお互いが勤める会社が取引先で、その担当者同士ということで知り合った。同い年ということもあり、私たちは自然と距離が縮まっていった。この仕事が落ち着いたら今度一緒にご飯でもどうですか。そうやって向こうから食事に誘ってくれたのが仲良くなるきっかけだった。そして一緒に食事に行った私たちはすっかり意気投合し、それからよく2人で飲みに行ったり食事に行くようになった。その後休みの日のプライベートでも会うようになり、彼から告白されて交際がスタート。彼は私をぐいぐいと引っ張っていってくれて、とても頼りがいがあった。そして順調に交際を続け、私は彼からプロポーズをされた。気づけばのぞみは俺にとってなくてはならない存在になっていた。これからもずっと隣で俺のことを支えてほしい。俺と結婚してください。はい。よろしくお願いします。私は大好きな彼からプロポーズをされて本当に嬉しかった。両親に結婚の報告をするととても喜んでくれた。あなたはもう結婚はしないものだと思っていたわ。本当にめでたいな。親は今まで私に対して何も言ってこなかったのだが、どうやらかなり心配をしていたらしい。そして娘である私の結婚をずっと心待ちにしていたようだ。私はこの時、今まで自分がいかに好き勝手にやらせてもらっていたのかを痛感した。だから親のためにも絶対に幸せな結婚生活を送って、安心させてあげようと心に決めた。え、のぞみもついに結婚するの？うん、やっと親孝行できたわ。おめでとう。いい人が見つかってよかったね。ありがとう。自分のことのように私の結婚を喜んでくれているのは親友の舞だ。舞は2年前にすでに結婚をしており、親と同じく私の結婚を心待ちにしていた一人だ。だから彼女に結婚の報告ができて本当によかった。結婚式にはぜひ来てね。うん、もちろんだよ。婚約者にも事前に会ってみたいな。のぞみをちゃんと幸せにできる人なのか、この目で調べないといけないからね。わかったわ。じゃあ今度3人で飲みに行こう。はしゃいでいる親友を微笑ましく思いながら、後日私は彼と親友の3人で飲みに行った。舞はマサトのことを認めてくれたようで、マサトさん、のぞみのことをよろしくお願いします、と言っていた。マサトも、はい、任せてください、と言ってうなずき、私はなんだかちょっと照れてしまった。それから数ヶ月後、私と彼は結婚式を挙げて結婚をした。現在はとても楽しく幸せな新婚生活を送っている。私たちは共働きなのだが、夫は料理ができないので、私が料理を担当して、夫が掃除や洗濯を中心的にやってくれている。そうやってうまくバランスを取りながら幸せな新婚生活を送っていた。休みの日は一緒にドライブに出かけたり、家でゆっくりと映画を見たりして楽しい時間を過ごした。私も夫も忙しく仕事をしていたので、休日にこうやって楽しく遊べるのはとてもいい。夫は私が料理をするといつも美味しく食べてくれて、また感謝もしてくれる。本当によくできた旦那さんだと思う。そんな風に幸せな新婚生活を送っていた私たち。そして親友夫婦とも4人で遊ぶようになり、キャンプをしたりバーベキューをしたりして、たくさん思い出を作った。全員が同い年なので、まるで学生のような気分になる。結婚してから1年が経ったが、結婚生活ってこんなにも楽しいものなのかと、私は驚いているほどだ。ずっと仕事に打ち込んでいて、正直、結婚はしてもしなくてもいいやくらいに思っていたのだが、夫と一緒に日々を暮らしていくことは、この上ないほど幸せだった。だがどんなことも完全ではないようだ。結婚して1年経った頃から、ちょっと問題が起きた。それは義母の存在だ。結婚当初は、義母は普通に私に接してくれていたのだが、最近私に対して、かなり冷たい態度をとるようになったのだ。ちょっとのぞみさん、あなたいつになったら仕事を辞めるのかしら。私別に仕事を辞めるつもりはないですが。ああ、ふざけないでちょうだい。仕事ばっかしてたら子供が産めないでしょ。あなたはただでさえ出遅れてるのよ。出遅れてる。そうでしょ。あなたもう36歳なのよ。今から子供を産むのは大変なんだから、さっさと孫を産んでちょうだい。私があなたの年齢の時は、もうマサトは小学校に上がってたんだから。子供が産めない役立たずなんていらないんですから。義母はいきなりそうやって私を怒鳴りつけてきた。ちょうど二人きりで台所で料理をしている時だった。私はびっくりしすぎて、その時は何も言い返せなかった。そして少しショックだった。世間一般的に私は出遅れているのだろうか。周りの人たちもそんな風に私のことを見ているのだろうか。普通は私の年齢では子供がいないとおかしいのだろうか。そんな風に私は考え込んでしまった。今なら義母が理不尽に怒っているだけだとわかるが、当時は急に責められて動揺していたのか、私は自分自身を責めてしまった。私、女としてダメなのかな？どうしたの急に。実はマサトのお母さんにこんなことを言われて、私は親友に義母とのことを話した。それって嫌だね。舞は旦那さんのお母さんとの関係はどうなの？まあ普通かな。そもそも旦那自体があまり実家に帰ろうとしないから、私もそんなに関わらないで済んでるよ。それに関して口うるさく言ってこないし。それは羨ましいな。まああまり気にしなくていいんじゃない？適当に聞き流してればいいよ。だってマサトさんは収入が高いし、のぞみだって働いているんだから。お金がいっぱいある方が羨ましいよ。私の旦那、なかなか出世しないからさ。でも大手企業に勤めてるじゃない。そうだけど、マサトさんよりは絶対低いよ。そうなのかな。私と親友はそれぞれ違う悩みを持っていて、考え方は違った。でもこうやって相談できる人がいるだけでもかなり気持ち的に楽になる。親友に話を聞いてもらえただけでも私は心が軽くなった。だがその後、義母の嫁いびりはかなりエスカレートしていった。のぞみさんってどうしてそんなに使えないのかしらね。やっぱり働いている人は家事が苦手なのかしら。料理もまずいわ。あなたのような人を嫁にしたマサトがかわいそう。一体どうやってマサトに取り入ったの？あなたが惑わさなかったら、マサトも判断を間違うことはしなかったでしょうね。そうやってひどい言葉を私に浴びせてくる義母。どうしてそんなことを言われなければならないのだろうか。さすがに頭にきた私は、義母に反抗をした。どうしてそんなことを言われなくちゃいけないのでしょうか。私とマサトさんは子供は自然にできるのをまとうって話してます。夫婦で納得いってるのでそれでいいじゃないですか。私がそう言うと義母は目を見開いて怒った。ああ、あなた嫁のくせに生意気にも姑に逆らう気。信じられないわ。本当に最低な嫁ね。私と義母はそうやって喧嘩をしてしまった。するとその日の夜、私は夫に怒られた。母さんから聞いたけど、何かひどいこと言ったんだって。だってお母さんが子供を産めないことを理由に、私をひたすら責めてくるんだもの。ああ、俺も言われたよ。子供を早く産むように嫁に言えって。のぞみももう少し頑張んないといけないな。え？だって原因はお前だろ。ちょっと待ってよ。どうしてそんなことを言うのよ。私は夫がそんなひどい態度をとってきてびっくりした。だってそうだろ。俺には原因はないんだから。どうしてそう言い切れるのよ。言い切れるから言い切れるんだよ。どういう理屈よ。とにかく母さんを怒らせるようなことはしないでくれ。そんな。私は夫がそうやって私を責めてきたことに驚いた。今までの夫は心優しくて、そんなことは言わない人だ。だから信じられなかった。それからというもの、夫との関係はかなりギクシャクしてしまった。しかも最近は夫も私も仕事が忙しくて、あまり一緒に食事をすることができてなかった。そんな中でこんな喧嘩をしてしまったので、関係を修復することは難しくなっていた。夫は最近私を避けているのか、残業をたくさん入れて、毎日帰りが遅い。そんな状態では、そもそも子作りさえできない。義母からは電話やメッセージで、子供はできたかと頻繁に連絡が来る。私は精神的にかなり参ってしまっていた。そして私は親友に相談しようとしたのだが、舞は何やら忙しいようで、なかなか会ってくれなかった。ごめんね。最近いろいろと忙しいのよ。そっか。それならしょうがないね。私はどんどんストレスが溜まっていって辛かった。そんな中、私は信じられないものを見てしまうことになる。え、どうして？私はその日、仕事終わりに買い物をする用事があって、街中を歩いていた。そんな時、私は夫を見つけた。仕事をしているものだと思っていたので、私は不思議に思い、夫の方を見ていた。するとなんと、舞が隣を歩いていたのだ。私はとっさに物陰に隠れて、二人を目で追った。どうして二人が？そう思いながら、彼らが歩いていくのをつけた。二人はオープンテラスのあるレストランに入っていった。そこで私はさらに驚きの光景を目の当たりにした。なんとそこに義母の姿があったのだ。義母は夫と舞を見つけると手を振り、二人を自分のいるテーブルに招いた。私は目を疑った。どうして舞が義母と親しくしているのだろうか。一体どういうことなのかわからず、私は戸惑ってしまった。だが夫と親友が私に隠し事をしていることは分かった。私は何かやましいことがありそうだと思い、興信所に調査を依頼することにした。それから興信所の調査結果が出るまで、私はとてもモヤモヤしながら過ごした。夫は相変わらず毎日帰りが遅く、私ともコミュニケーションを取らない。そして気になったことがあるのだが、義母から一切連絡が来なくなったのだ。何も知らなければ、私はただ安心して終わっただろう。だが三人でいるところを見たことで、私は余計に夫と親友の関係が怪しいと思うようになった。そして数週間後、興信所の調査結果が出た。案の定、親友は夫と不倫をしていた。さらに驚きの事実が判明した。親友は妊娠をしていたのだ。産婦人科にたびたび出入りしているのが、興信所の調査で分かった。ありえない。つまり夫は親友を妊娠させたのだ。私は2人のことを許せなかった。親友と夫は私だけでなく、親友の旦那さんのことも裏切ったのだ。そして義母はおそらく親友が妊娠したから、私ではなく彼女と仲良くなったのだろう。私の知らないところで3人は一緒になることを計画しているはずだ。それならこっちから仕掛けてやろう。私は夫が帰ってきたところで話があると言って今に呼んだ。なんだよ、俺疲れてるんだけど。あなた舞と不倫をしてるでしょ。え？これ証拠写真。私は不倫の証拠写真を夫に見せた。すると夫はニヤッと笑い、まあバレたなら仕方ないかと言って離婚届を出してきた。これで終わりにしよう。そう言って離婚届を突きつける夫。だがそう簡単に別れるわけにはいかない。どうせ別れるなら私は彼らに復讐をしたいと思っていた。だから弁護士を交えてちゃんと全員での話し合いの場を持たないと離婚はしないと言った。夫は面倒くさそうにしていたがしぶしぶ承諾した。そして後日、私と親友の旦那さんと弁護士、私の夫と親友と義母の6人で話し合うことになった。もうさっさと離婚届にサインしてくれればいいのに。そうよね。舞さんは雅人の子を妊娠してるんだから別れるしかないのにね。親友と義母はそうやって仲良さそうに話していた。親友の旦那さんと話をして知ったのだが、親友の旦那さんは不妊症だそうで子供が絶対にできないらしい。そのため親友と夫はお腹の中の子が夫の子だと確信していたそうだ。だから私が夫と喧嘩をした時、夫は自分に不妊の原因はないと言い切っていたのだ。夫たちは自分たちが離婚後に幸せになれると確信しているようだ。確かに夫は大企業で働いていて年収が高いし、親友は妊娠をしていて義母から可愛がられている。だからたとえ慰謝料を支払うことになってもそれは微々たるダメージだと思っているのだろう。やっと離婚できるな。これで堂々と一緒に歩けるわね。孫の顔が見られるのが楽しみだわ。そうやって勝ち誇った様子でいる夫たち。さっさとサインしろよな。ふんぞり返っている夫に私はとある事実を教えてあげた。実は見てほしいものがあるの。私がそう言ってあるものを見せると夫たちの顔が一気に青ざめていった。ちょっとこれどういうこと。そのように叫ぶ義母。舞さん、この男は誰？しかもこの写真の男性は違う人じゃない。私が見せたもの、それは親友の不倫の証拠写真だ。だが親友が不倫をしていたのは私の夫だけではなかったのだ。親友は複数の男性と関係を持っていた。これじゃあお腹の中の子が雅人の子だとはわからないわね。そういえば私、前にお母さんから孫を早く産むように言われてることについて相談してたよね。もしかして他の人の子供を身ごもったのを雅人の子だと思わせようとしてるんじゃないの？そんなことしてないわよ。本当に？だって舞、雅人が高給取りだってことを羨ましがってたじゃない。私から雅人を奪えば給料の高い旦那をゲットできて、さらには子供もいるからお母さんにも気に入られるって思ったんじゃない？それは。親友はものすごく動揺していた。ちょっと舞さん、あなた私たちを騙してたの。どうなんだよ。義母と夫は目を見開いて舞に問い詰めていた。私と親友の旦那さんは冷めた目でそのやりとりを見ていた。私はその隙に離婚届にサインをした。とりあえず慰謝料の話をさせてね。私と舞の旦那さんは、あなたたちにそれぞれ慰謝料を請求するから。私がそう言うと、舞は慌てて私の夫に、あなたが約束通り慰謝料を支払ってくれるんだよね。と聞いた。だが夫は、その話はなしだ。そもそも他の男と不倫してる時点で、俺はお前と再婚しない。と言って拒んだ。そんな。約束と違う。先に裏切ったのはお前だろ。そうやって喧嘩を始める夫と親友。じゃあ話は終わりだから、私たちは帰るわ。私はそう言って、弁護士と親友の旦那さんとその場を去った。結果的に、親友は多額の借金を背負い、すべてを失った。そして子供は産んだそうだが、自分の親に、お前に子育てなんてさせられない、と言われ、彼女の両親が子供を引き取り、彼女と縁を切ったそうだ。また私の元夫についてだが、私は今回の不倫についての内容証明を元夫の職場に送っていた。その結果、職場で元夫の不倫が知れ渡り、元夫は降格処分になったらしい。もともと女性が多い職場だったから、不倫は致命的だったようだ。元夫は窓際部署に追いやられ、一生出世が見込めなくなったそうだ。そして義母に関しては、自分の息子の不倫を叱るどころか、私と別れるように勧めたことで、義父に呆れられて、離婚を突きつけられたらしい。義父に家を追い出された義母は、元夫の家に転がり込んだそうなのだが、今回のことで二人は険悪な状態になり、毎日喧嘩が絶えず、近所からクレームが入っているほどだそうだ。結果的に元夫と元義母は、管理人から家を出ていくように言われたそうだ。現在はどこに住んでいるか知らないが、引っ越し先でもきっと喧嘩をしていることだろう。一方、私は相変わらず仕事に打ち込んでおり、今度昇進することが決まった。しばらく結婚や恋愛はいいので、仕事で成功していくことを今の第一目標にしようと思う。嫁は家事が下手で家も汚くて、本当に困っちゃうよ。親族の集まりで、そうやって私を罵倒する夫。そんな態度を取り続ける夫に、私はもう我慢の限界だった。何を言ってるの？あなたは家なんてないじゃないのよ。私の発言に場が静まり返る。一体どういうことだ？義父から冷たい視線を向けられる夫。いや、それはその。慌てふためく夫に私はこう告げた。私と離婚してください。私の名前はのぞみ、31歳の会社員だ。夫の正人とはつい最近結婚したばかりだ。私たちの出会いは、友人が開いた誕生日パーティーでのことだった。その友人は経営者で、IT 企業で成功し大きなパーティーを開いていた。私は小中高と同じ学校に通っていたこともあり、その友人を含めたグループでよく遊んでいたりしていたので、そのパーティーに呼ばれたのだ。そこには学生時代の同級生もいたが、それ以上に仕事関係でつながったという人が来ていた。周りを見ると、みんな高そうなスーツを着ていたり、華やかなドレスを着ていて、こんな場所に私みたいなのが混ざっていていいのかと気後れしたほどだった。だけど友人が、私たちのことを気の置けない仲のいい友達と周りに紹介してくれたので、私たちが場違いだと思う人たちはおらず、笑顔でみんな話しかけてくれた。彼の誕生日パーティーでは、一流のシェフが腕を振るった料理がバイキング状態で並んでいて、どれも美味しかった。お酒がなくなると、すぐにウェーターみたいな人がシャンパングラスをくれて、本当にこういうお金持ちのパーティーって現実に存在するんだなと思った。そしてそこで出会ったのがマサトだ。彼は大手企業に勤める営業マンだそうで、友人の会社によく営業をしに来ていたらしい。社長の同級生さんですか？やっぱり素敵な雰囲気の方が多いんですね。美男美女ばかりですね。そうやって私たちを褒めてくれた彼。やっぱり営業マンなだけあって、コミュニケーション能力はとても高い。そして友人の誕生日パーティーが終わり、私は友人たちと一緒に帰った。みんなそれぞれの家の最寄り駅で降りていき、私も自分が降りる駅で降りた。するとちょうど、その時に隣の車両から降りてきた男性と目が合った。あれ？さっきの。あ、どうも。なんとそこにいたのは、友人のパーティーで会ったマサトだった。私たちは偶然同じ駅で降りていて、帰る方向が一緒だったのだ。せっかくなので私たちは一緒に歩いて帰った。彼は実家暮らしだそうで、いつもこの駅から会社に通っているらしい。パーティーで出会わなければきっと知り合うこともなかっただろうが、まさか一緒の電車に乗ってお互いにそれぞれ出勤していたなんて。それから何かの縁だということで、彼は連絡先を交換してほしいとお願いしてきた。マサトは爽やかな雰囲気で悪い人ではなさそうだったので、私は承諾した。まあ何かあれば友人に言えばいいし。それから彼から定期的に連絡が来るようになり、仕事後に食事や飲みに誘われたりした。お互いに同じ地域に住んでいるので、終電を気にせずにゆっくり近場で飲んだりした。彼は私の2歳上なのだが、気さくな人で話しやすくて、私はどんどん彼に惹かれていった。そして私たちは自然と交際が始まり、デートに行くようになった。その頃は彼は私の部屋によく泊まっていて、たまに実家に帰るといったような生活をしていたと思う。それから順調に交際を続けていき、1年ほど付き合った頃に彼からプロポーズをされた。のぞみ、俺と結婚してくれ。必ず君を幸せにするから。はい。よろしくお願いします。彼の自信たっぷりなプロポーズは、かっこよくて私はキュンとした。それに私も彼とは結婚まで行きたいと思っていた。だから彼の方からプロポーズをしてくれたことは、とても嬉しかったのだ。それから私たちは、すぐにお互いの親へ挨拶をしに行った。私の親は彼が大企業に勤めていて、また彼がとても爽やかでコミュニケーション能力が高かったので安心していた。のぞみ、いい人を見つけたわね。彼ならのぞみを任せても大丈夫そうだな。両親が彼のことを認めてくれて、私はとても嬉しかった。そしてその後、私は彼と一緒に彼のご両親のもとへ挨拶に行った。同じ地域に住んでいながらも、彼の実家まで行くのは初めてだ。大体は彼が私の部屋に来て泊まることが基本だし、女性である私を一人で歩かせるわけにはいかないと、彼が先に家に帰ることはなかったからだ。彼の実家はとても大きくて豪華だった。もしかして、マサトの家ってお金持ち？ああ、気にしたことはなかったけど、そうなのかもな。確かに彼はよくブランド物を身につけていた。それは彼が大企業で働いているのもあるのだろうが、実家が金持ちということもあるのかもしれない。私は一気に緊張した。私は至って普通の家庭で育ったからだ。そして彼がインターホンを押すと、彼の母親らしき人物が返事をして玄関を開けた。あら、まあどうも。よくいらっしゃったわね。はじめまして。のぞみと申します。どうぞ、上がってちょうだい。彼の母に案内をされて家の中に入ったのだが、いろんな高そうなインテリアなどがあり、家の中も豪華だった。そして今に行くと、彼の父親が私たちを待ち構えていた。いや、君がのぞみさんかな。はい。はじめまして。これからよろしくね。はい。よろしくお願いします。それから私たちはいろんなお話をした。そうか。同級生の誕生日パーティーで初めて出会ったのか。そんなこともあるの。彼のご両親は楽しそうに話を聞いてくれた。とても優しそうな人たちでよかった。実家がとても大きいから、富裕層のお堅い人たちなのかと思っていた。だがそんなことはなくて、とても気さくな人たちだった。このような素敵なご両親に育てられたから、彼も優しくて気さくないい人なのだろう。それから私たちは両家の顔合わせを行い、その後結婚式を挙げた。私たちの結婚式には、私と彼の出会いのきっかけをくれた友人をはじめとしてたくさんの同級生や友達、職場の人たちや親戚など大勢が参列してくれた。多くの人にお祝いしてもらえて、結婚式はとても楽しくて思い出深いものになった。その後、私たちは新婚旅行に行き、帰国後に一緒に暮らし始めた。こうして始まった新婚生活。私たちは結婚を機に新しく部屋を借りた。夫はせっかくだからと、街中にある高級マンションを契約した。さすがにちょっと家賃が高いのではないかと言ったが、夫の職場の給料なら問題ないとのこと。少し心配ではあったが私も働いているし、この家なら私自身も通勤がすごい楽になるから、最終的には賛成した。私たちが契約した部屋は広くて豪華で、なおかつとても快適に過ごせる家だった。キッチンも使いやすいし、お風呂も広くてバスタブも大きい。こんないい家で生活ができるなんて、それだけで幸せだと思った。それからしばらくは楽しい新婚生活を送っていた。まあ少し不満があるとすれば、夫が家事をしてくれないことだ。彼はずっと実家にいたから、料理や掃除が一切できないらしい。せめて少しは手伝うくらいの心構えでいてほしかったが、できないものはできないと彼は諦めていた。それでも一生懸命働いて稼いできてくれているし、私自身家事は嫌いじゃなかったから、それ以上は特に気にならなかった。それに夫も私の家事に文句とかを言ってこなかったので、自分のペースで進めることができた。そして私たちは休みの日は一緒に過ごして夫婦仲を深めていた。そんな風に新婚生活はとても楽しかったと思う。それからあっという間に月日は流れ、気がつけば結婚してから1年が過ぎていた。幸せな結婚生活を送っていた私たちだったが、ここで大きな変化が訪れることになる。それは夫が会社を辞めて起業をしたいと言い出したことがきっかけだった。どうして？今の会社はとても給料がいいじゃない。そうだけどさ、俺ならもっと上に行けると思うんだよね。私は夫がいきなりそんなことを言い出したので驚いた。詳しく話を聞いてみると、どうやら後輩が先に昇進をしたらしい。それが納得いかず、悔しかったようだ。会社はさ、見る目が全然ないんだよな。普通は俺が昇進するべきだろ。それなのに、あんな後輩を昇進させるなんて何を考えてるんだよ。夫はそうやって愚痴を言っていた。これで少し落ち着いて考えを改めてくれればいいのだが。しかし、最終的に夫は会社を辞めるという結論に至ってしまった。私は必死になってそれを止めようとした。やっぱりもったいないよ。それにこれから子供ができたりしたら、お金だってもっと必要になるし。この部屋の家賃だって、あなたの収入がないとかなり厳しいでしょ。だが私がいくら言っても、夫は聞く耳を持ってはくれなかった。俺なら絶対に会社を起こしても成功するから。むしろ今よりも稼げるようになると思うぜ。ここまで言って聞かないならしょうがないと私は思った。一旦夫の好きなようにやらせてみよう。きっとそうでなくても勝手にやめてくると思うから。わかったわ。それなら一回頑張ってみたらいいよ。わかってくれてありがとう。なんかやる気に満ち溢れてきたよ。それからすぐに、夫は会社を退職してきた。そして起業にすぐに取り掛かった。へえ、マサトさんが起業家。俺でよければ何でも相談に乗るよ。ほんと。ありがとう。私は会社経営なら友人だなと思い、話を聞いてもらう意味も込めて連絡をした。友人は夫に協力をしてくれると言ってくれて、起業の手伝いをしてくれた。そのおかげで、夫はとてもスムーズに会社を起こすことができたのだ。あとはもう、夫を信じて利益が出ることを待つしかなかった。それに私も働いているから、とりあえず生活費くらいはギリギリなんとかなりそうだ。まあ余裕は全くないが。それから夫は経営者として必死になって頑張っていた。だがなかなか契約を得ることができず、とても苦労していた。最初は仕方ないだろう。そう思っていたのだが、それから1年が経っても夫の会社は売り上げを出すことすらできなかった。くそ。なんでだよ。どうしてどこも契約をしてくれないんだ。夫は目に見えて焦っていて苛立っていた。私も夫が全然収入を得られないことに焦っていた。こうなると私たちの生活がどんどん苦しくなってしまう。現在は私の貯金を崩して生活費を支払っている状態まで来ている。そのため私は夫にある相談をした。ねえ、この部屋を解約してもっと家賃の安い場所へ引っ越さない？え、何言ってるんだよ。この生活を手放すっていうのか。だってあなたが収入ゼロの状態だと、この部屋の家賃を支払うことすら大変なのよ。大丈夫だから。これからすぐに利益を上げるから。そんな保証はどこにもないじゃない。今は一旦現実を見て、少しでも節約しないと。お前は俺を信じないっていうのか。信じてるけど、実際に数字がついてきてないんだから、対応しないといけない部分はあるでしょ。夫は正論を言われて言い返せなかったようで、しぶしぶ引っ越すことを承諾してくれた。そして私たちは高級マンションを出て、手頃な価格の賃貸の部屋を借りることに。そのおかげで家賃がかなり下がったので助かった。これならなんとか生活をしていけそうだ。それから私は自分の収入を上げるために一生懸命に働いた。実は内心では夫の会社についてはもう諦めていた。だから自分自身でダメだと気づいて、再就職をしてくれるようになるまで私が頑張ろうと思った。だが夫は無理やり経営を続けていて、そして利益が出ないイライラをだんだん私にぶつけるようになっていった。おい、晩ご飯はまだかよ。今すぐ作るから待っててよ。腹ペコの状態じゃいい仕事なんてできないんだから、しっかりしてくれよ。私が残業をして帰ってくると、そうやって夫は愚痴を言ってくる。自分は全く仕事がないくせに、家事は一切やってくれない。っていうか、やっぱこんな部屋で暮らすの嫌なんだけど。前の高級マンションに戻らない？いや、何言ってるの？そんなことしたら、生活ができないに決まってるでしょ。だから俺が会社で成功すれば。成功できてないから、今こうやって現実的な対策を取ってるんじゃないのよ。私はつい口を挟んでしまった。それだけ私もストレスが溜まっていたのだろう。だが、夫は私にそんなことを言われたのが相当ムカついたようで、険しい顔をしていた。お前、そうやって俺のことをバカにしてんだろ。違うわよ。いや、嘘だね。どうせ俺はお前の同級生みたく成功できない凡人だよ。そんな卑屈にならなくてもいいじゃない。諦めずに続ければ成功できるかもしれないでしょ。だったら高級マンションに戻ってもいいだろ。いや、それは。ほら見ろ、俺のこと信じてないんだろ。お前ごときが俺を舐めやがって。俺の方がいい会社で働いていたことを忘れんなよ。夫はそう言って部屋に戻っていった。だったら会社を辞めずに、そこで働き続けてくれればよかったのに。それからというもの、夫は私を罵倒してくるようになった。お前が貧乏神だから、俺の会社もうまくいかないのかもな。ああ、マジで結婚する相手間違ったわ。もっと美人で、俺の気分を上げてくれる相手と一緒になればよかったわ。どうしてそんな風に悪口を言われなければならないのだろうか。私はものすごく嫌な気分になった。そして夫は最終的に会社経営を辞めてしまった。なんで急に辞めたの？こんなこといつまで続けてても無駄だもん。じゃあ、これからどうするのよ。さあな。今まで必死になって頑張ってきたから少しくらい休ませてくれよ。いやいや、何を言ってるんだ。今まで何にも結果が出なかったじゃないか。夫の必死というのがどれだけのことか知らないが、1年以上も無収入だったんだからすぐにでも再就職をしてほしい。だが夫は完全にだらける気満々な様子だった。一日中ずっと家にいてゲームをしている。お昼に食べたらしき食器はシンクに入れっぱなしだし、床に服とかが脱ぎ捨ててあるし、掃除や洗濯など家事をしている様子は全くない。そして私が疲れて帰ってきてるのに、寝島だ。と聞いてくるのだ。私はそろそろ限界に感じていた。どうして私はこんな人と結婚生活を続けているのだろうか。そう思ったとき、ぷつりと糸が切れる音がした。あ、もうこの人とは無理だ。離婚しよう。そう決意したとき、夫がこんな話をしてきた。今度の日曜に、俺の実家で親戚の集まりがあるから参加するぞ。え、私も行かなきゃダメなの？正直、もう別れるつもりなのにそういうものに参加したくなかった。だが夫は顔をしかめながら、当たり前だろ、お前は嫁なんだから、と言った。もう嫁やめたいんだけどなと思っていると、加えて夫がこう言った。父さんの定年退職祝いも兼ねてるんだよ。あ、そうなの？それなら行くわ。なんだよそれ。普通の集まりだったら行かないってか。本当にお前はわがままで自分勝手だよな。なんとでも言え。私はお世話になった義父のお祝いには参加したいだけだ。それにわがままで自分勝手なのはお前だろうが。私はそれからすぐに離婚届を取りに行き、また今住んでいる部屋の解約をした。この部屋は無収入の夫の代わりに私が契約した賃貸の部屋だ。だから私が解約をすることができる。もう夫と暮らす必要はないので、私は夫に内緒で引っ越すことにした。それから荷物をまとめて、いつでも家を出られるようにした。そんなこんなで親戚の集まりの日がやってきた。お母さん、お父さんお久しぶりです。やあ、のぞみさん。久しぶりだね。お父さん。退職おめでとうございます。今までお疲れ様でした。ああ、ありがとうね。父さん、はい、花束。おう、わざわざすまないな。夫は私が買ってきた花束をさも自分が用意したかのように渡した。まあ、義父が喜んでるならそれでいい。それから親戚たちが全員揃い、宴会が始まった。私はこれが終わればさっさと離婚をして家を出て行こうと思っていた。別に騒ぎを起こそうとかそういうことは考えていなかった。だがそんな時、夫がこんなことを言ったのだ。嫁は家事が下手で家も汚くて本当に困っちゃうよ。親族の集まりでそうやって私を罵倒する夫。私は耳を疑った。夫は酒に酔っていて、そんなことを親戚たちに笑いながら話していたのだ。そんな態度を取り続ける夫に、私はもう我慢の限界だった。え、何を言ってるの？あなたは家なんてないじゃないのよ。私はもうあの家を解約したわよ。私の発言に場が静まり返る。何言ってんだよ。解約したって何の話だ？夫は訳がわからず困惑している。私は親戚たちの前で全てを話した。あなたは親戚の方たちにはまだ大企業で働いていて、高級マンションに暮らしているていで話しているけど、実際は全部違うじゃない。会社を辞めて起業したけど失敗して、家賃が安い部屋に引っ越しをして私の収入だけで、なんとか生活をしてきたんじゃない。あなたはニート状態になって、一日中家事もせずに遊んで部屋を汚し放題。仕事も料理も掃除も全部私がしてきたけど、それを隠してそんな嘘をつくつもりなの？私がそう言うと、義父が口を開いた。一体どういうことだ？義父から冷たい視線を向けられる夫。いやそれはその。夫はまさか私がこうやって全てをばらすとは思わなかったのだろう。完全に動揺して固まっている。慌てふためく夫に私はこう告げた。もう限界です。私と離婚してください。え？私に離婚してほしいと言われて、ようやく自分の愚かさに気づいたようだ。待ってくれよ、のぞみ。お前に離婚されたら、俺はどう生きていけばいいんだ。すると義父が夫に怒鳴った。お前は何甘えたことを言ってるんだ。そもそも、お前はのぞみさんに迷惑をかけて散々助けてもらったのに、親戚の前で悪口を言ったのか。なんて最低な男だ。お前なんか離婚されて当然だ。そんな奴が私の息子で恥ずかしいくらいだ。父さん。のぞみさん、息子とは離婚して構わないよ。このバカ息子は私の弟のところで、ねじ曲がった性格を直してもらうことにする。おじさんのところって。夫のおじは地方で農家をしている。義父はそこに夫を送り込むということだろう。お父さん、お母さん、今までお世話になりました。私は義両親に最後の挨拶をし、親戚たちにも騒ぎを起こしたことを謝罪して義実家を後にした。それから義両親の協力のもと、夫とは無事に離婚することができた。夫は義父に叔父の元に飛ばされ、ひいひい言いながら農作業をしているらしい。これで少しはひねくれた性格が治ればいいと思うが、まあ性格が変わったところで私はもう彼とよりを戻すつもりはない。そして私は現在は仕事にかなり打ち込んでおり、そのおかげで昇進が決まった。しばらく恋愛はいいので、さらに上を目指して仕事を頑張っていこうと思う。じゃあこれで完全にさようならよ。私がそう言うと、娘はニヤニヤしてこう言った。出て行って大丈夫。路頭に迷ってホームレスになっちゃうんじゃない？まあ、だからってもう二度とこの家には入れてやらないけど。構わないわよ。だって年収3000万だから。私の名前はのぞみ。40歳の兼業主婦。私は旦那と高校3年生のゆかと3人で暮らしている。娘が子供の頃は家族仲良く楽しい時間を過ごしていた。遠方までドライブをしたり、ディズニーランドとか遊園地に行ったり。娘はまだ身長が足りなくて、乗れるアトラクションが少なくて拗ねていたが、ミッキーがちょうど通りかかって写真を撮ることができて一瞬で笑顔になってたこともいい思い出だ。だが娘は最近反抗期なのか、私に対しての当たりがものすごく強い。おかえりゆか。ねえ、またパソコンで遊んでるの。遊んでなんかいないわよ。これは仕事なのよ。嘘つかないでよね。家でパソコンをカタカタやっているだけでお金が稼げるなら私でもやってるわ。もうすぐアイドルの配信が始まるからパソコン貸してよ。はあ、わかったわ。ちょうど終わるところだからいいわよ。でもあなた、ちゃんと勉強してるの？最近はアイドルの配信、声優さんの配信、ゲーム実況、そういうの連続で見て夜中まで起きてるじゃないのよ。あんたにとやかく言われたくないわ。あんたって呼ぶのやめてって言ったでしょ。家事も仕事もしないで、いつも遊んでばかりいる人に説教されたって説得力ないのよ。家事もってどういうことよ。だって普段の料理とか掃除もお父さんがしてるじゃない。え？いやいや何言ってるのよ。全部私が仕事の合間にやってるのよ。嘘つかないで。お父さんが優しいからって寄生虫のようなことして恥ずかしくないの？寄生虫って。だってそうでしょ。いっつも部屋にこもってパソコンいじって家のことはお父さんに任せてばかり。だから私が家事をしてるんだけど。お父さんだって自分が家事をしてるって言ってたよ。え、お父さんがそんなこと言ってたの？ちょっとそれどういうこと？その通りの意味よ。いいから早くパソコン貸して。娘はそう言って私のパソコンをぶんどり自分の部屋へと行ってしまった。最近はこんな風に娘は勘違いをして私のことを責めてばかり。必死に説明をしても全く聞く耳を持ってくれない。それどころか日に日に態度は冷たくなっていっている。もしかしたら高校3年生になり、受験生になっているのでストレスを溜めているのかもしれない。でも勉強をしている雰囲気もないしな。それよりも夫のことだ。私はすぐに夫のもとに行き話をした。ちょっとどういうこと？ゆかに私が家事を一切していないみたいな言い方したんだって。え、そんなこと言ったっけ？仕事も料理もしない寄生虫だって言われたんだけど。ゆかがそんなこと言ったのか？まあ、年頃の娘だし信じたいものを信じる時期なんだろう。それじゃああなたはゆかにそういうことは何も言っていないってこと？ああ、まあそうだな。じゃあゆかにもそうやって説明してくれる？ああ、言っておくよ。夫がちゃんと言ってくれるのならこれで大丈夫かと私は思った。しかしそれから数日が経った休日のこと。いきなり私の部屋のドアが開いて娘が入ってきた。急にどうしたの？ほら、やっぱり遊んでるじゃない。え、娘は私のパソコンの画面を覗き込んできた。何かのウェブサイトを見てるってことはネットサーフィンってことでしょ。そういうことじゃないわよ。これは生徒さんが作ったサイトで添削をしているの。あ、嘘つくならもっとマシな嘘つきなよね。なんでずっと家にいるあんたが先生をやれてるのよ。いい加減ちゃんと家事をしてくれる？やっぱり何にもしてないじゃない。ごめんね。今日は仕事があって。これから掃除するから。そうやって取り繕うように家事をやらなくていいわよ。お父さんが普段頑張ってくれていることは私は理解してるから。そしてあんたが何もしていないこともね。どうしてそういう言い方ばかりするの？私が一体何をしたっていうの？うん。お父さんのことを散々振り回しておいて、今さら何を言ってるの？え、どういうこと？自分の胸に手を当てて考えて。そう言って私の部屋から出ていく娘。一体何のことだろうか。私はまた夫を居間に呼び寄せて話をした。ねえ、全然ゆかの態度が変わってないんだけど。あなた、ちゃんと言ってくれたんじゃないの？ああ、まあそれとなく言ったよ。それとなくって何よ。それに私があなたのことを散々振り回したってどういうこと？ゆかに何か変なことを吹き込んでるんじゃないの？いや、そんなことは。ちょっと、あんた何お父さんに叫んでるの？私が声の方を振り向くと今の入り口に娘が立っていた。またお父さんを困らせてるの？違うわよ。私はちゃんとお父さんと話し合おうと思って。何を話し合うっていうの？あんたが帰省中で何にもしていないことが問題なんじゃないのよ。だからお父さんがいつも辛い思いをしているのよ。ねえ、お父さん。ああ、そうだな。ちょっと。なんでそれに同意するのよ。あなたが同意したら、ゆかが事実じゃないことを本当だと信じちゃうじゃない。お父さんが嘘つくわけないでしょ。ゆか、お願い。ちゃんと話を聞いて。うん。あんたの話なんか聞かないわ。私はお父さんの味方なんだから。娘のこの態度には本当に参ってしまう。実は娘は夫の連れ子で、娘が5歳の時に私と夫が再婚したのだ。私は夫と結婚した時点で血がつながっていなくても、娘のことは本当の娘のように大切に育ててきたし、ちゃんと母親になろうと努力してきたつもりだ。それなのに大人になっていくうちに、娘はどんどん私と距離を置くようになったのだ。じゃあ私がどういうふうにお父さんを振り回しているのか教えてよ。私がそのように言うと、娘はとんでもない発言をした。あんたはお父さんを裏切って不倫してたんでしょ。は。しらばっくれないでよね。お父さんがそう言ってたんだから。ちょっとどういうこと？だってお前の部屋から、平日の日中にいつも男と電話をする声が聞こえてきてたじゃないか。はあ、あれは仕事での電話よ。ビデオ通話でオンライン添削をしてるのよ。そんなの信じられるわけないだろ。だってお前その時部屋に鍵をかけてるじゃないか。そりゃそうでしょ。授業中なんだから。授業中ってさっきから何言ってんの？あんた、教師でも何でもないくせに。まあ、教師ではないわね。お父さん、もうこんなやつとは別れちゃいなよ。ゆか、あなた何言ってるのよ。あんたは黙ってて。この寄生虫が。そうやって呼ぶのやめてって何回言ったらわかるの？あんたが自分でちゃんと稼いで、家事もちゃんとやる人ならそんなこと言わないわよ。ねえ、お父さん。ああ、そうだな。どうしてあなたはそうやってゆかが言うことに全て同意するのよ。私はとことん呆れてしまった。こんな女とはもう別れてよ、お父さん。ああ、そうだな。あなた、本気なの？ゆかがお前と離れたがってるんだ。最愛の娘の言うことを聞くのは父親の務めだろ。やっぱりお父さんは優しいね。そういうことだからあんたはさっさと出て行ってよね。わかったわ。もう娘とは分かり合うことはできなさそうだし、夫には幻滅してしまった。私は荷物をまとめ始め、そして役所に行き離婚届を取りに行った。すると夫と娘は出前を取ったようで、美味しそうに二人で寿司を食べていた。あ、ちょうどあんたをやっと追い出せることになったお祝いをしてたのよ。あんたも食べる？ガリくらいならあげるわよ。いらないわ。それよりはいこれ、離婚届。私の部分はさっき記入を終えたから書いてちょうだい。わあ、やったよお父さん。これ書いたら本当に別れられるんだもんね。あ、そうだな。夫は私から離婚届を受け取り、すぐにサインした。じゃあ財産分与はなしってことでいい？え？夫の表情が曇る。だが夫が返答をする前に娘が口を挟んだ。当たり前でしょ。それってお父さんの財産があんたにも渡ってしまうってことでしょ。絶対に許さないわ。財産分与はなしよ。おい、ゆか。分かったわ。じゃあ財産分与は絶対になしってことね。念のために念書も書いてちょうだい。そう言って私は紙を夫に渡す。いや、俺は別に財産分与があっても。もうお父さん、何言ってるの。優しいのはいいけど、そういうところは心を鬼にしないと。この女はお父さんのことを裏切ってきた最低な女なんだから。こいつに1円だって渡しちゃダメよ。念書を書けば、この女は一文なしで路頭に迷うことになるんだから。早く書いて制裁を加えてやりましょう。娘に煽られて夫は、わかったよ。と言って念書を書いた。私はそれをすぐに受け取り、離婚届と一緒にカバンにしまった。じゃあ早速出してくるわ。これでお父さんが苦しまずに済むのね。勘違いをして喜んでいる娘を横目に、私は夫に止められる前にすぐに役所に行って離婚届を提出してきた。そして念書については、実家によって大切にしまってもらった。両親に離婚のことについて話すと夫と娘に呆れていて、まあ、あんたが決めたことに文句は言わないよ、と言ってくれた。その後、私は家に戻りまとめていた荷物を持った。じゃあこれで完全にさようならよ。私がそう言うと、娘はニヤニヤしてこう言った。出て行って大丈夫。路頭に迷ってホームレスになっちゃうんじゃない？まあ、だからってもう二度とこの家には入れてやらないけど。構わないわよ。だって年収3000万だから。心配されなくても大丈夫よ。私がそう言うと娘も夫もポカンとしていた。そして娘はすぐに大笑いして私をバカにしてきた。年収3000万。そんなボケを最後にかましてくるなんて意外とやるわね。だったら私は年収1億よ。マジで哀れね。嘘じゃないわよ。私は今それくらい稼いでるんだから。はい、わかったわよ。これから路頭に迷うからもう頭がおかしくなったのね。そのように私の言うことを信じない娘。だが夫は口を開けたまま目をパチパチとさせている。お前、今そんなに稼いでるのか。ちょっとお父さん。この女のこんな嘘を信じるの。どんだけ純粋なのよ。夫は娘の言葉を無視して私に聞いてきた。だってつい数年前までは月20万くらいだっただろう。ああ。あの時はまだ会社勤めでリモートワークでのエンジニアだったからね。あれから私はフリーランスになって自分で単価の高い仕事を取るようになったの。そして最近は初心者向けのエンジニアのオンラインサロンも開いているの。金額に応じて受けられる講座の内容が変わっていて、私の添削付きの講座はちゃんとしたカリキュラムを作成している分、それ相応の額はいただいているわ。それでも無事にエンジニア就職できましたっていう声も多く上がっているから、私のやり方は間違っていないと思うわ。私が何をしているかよりも、夫は私がこんなに稼いでいるということを知って相当驚いていた。最初は全く聞く耳を持っていなかった娘も、本当の話なの。と動揺していた。ちょっと待ってよ。お父さんが今まで稼いでたんじゃないの？違うわよ。この人は昔は会社員だったけど、8年前に働いていた会社が倒産してからはずっとアルバイトしてるフリーターよ。ええ。まあ、それも今は続けているのかわかんないけど、私の言葉に夫はドキッとしていた。でも私にはもう関係のないことだから。じゃあね。顔を青くした状態の夫と娘を横目に、私は家を出た。最後に言いたいことを言って娘と夫が焦る姿を見てスカッとはしたが、それでも13年も一緒に過ごしてきたのだから、さすがに精神的に来るものはあった。夫の連れ子で血がつながっていないとはいえ、私は母親としての愛情をずっと注いできていたからだ。でもこればかりは仕方ない。もう切り替えて次に進もう。そう思い、私は都内のマンションを借りて新しく一人で住み始めた。すると離婚してから1ヶ月ほどが経った頃に娘から連絡が来た。お母さん。ごめんね。いきなり電話をして。娘は私のことを珍しくお母さんと呼び、塩らしい態度をとった。どうしたの？私は久しぶりにお母さんと呼んでもらえたことが嬉しくて、つい話を聞いてしまった。本当にごめんなさい。私、お母さんのこと勘違いしてた。お母さんの言う通り、お父さん働いてなかった。しかも家事も全然してなかったんだね。お父さんに私がいる時に料理を頼んだら、とんでもなくまずいものが出てきたわ。私のお弁当も毎日の晩ご飯もお母さんが仕事の合間に作ってたんだね。そうよ。しかも不倫をしてたっていうのもお父さんの適当な嘘だったのね。本当に失礼なことを今まで言ってごめんなさい。ゆか。お母さん、私、お母さんのところに行きたい。え？だって、お父さんはずっとあんな感じでだらけてばっかりだし。私、お母さんとの関係をやり直したいの。これからは私が家事もやるし、お母さんのこと大事にするから。お願い。私にはもうお母さんしかいないの。そのように頼み込んでくる娘。そう。そこまで言ってくれるなんて嬉しいわ。ちゃんと謝罪してくれてありがとう。じゃあ。何言ってるの？私があなたを受け入れるわけないじゃない。え？あなたの本性は一緒に住んでた時から分かっているのよ。そうやって相手が喜ぶことを言えば、コロリと落ちてくれると思った。残念だけど、私はあなたがやっているやばいことも知ってるんだからね。あなた、ぼったくりバーで働いているでしょ。しかもまだ18歳なのにお酒飲んでるんでしょ。どうしてそれを。まあ、そいつの自業自得でもあるんだけど、昔から仲いい男の友人がキャッチで行った店があなたが働いている店だったの。あなたが一緒に写っている写真を見せてくれたわ。つまりあなたは、お金が欲しいから私に近づこうとしてるんでしょ。そういうわけじゃ。だってそうしないと大学に行くお金はおろか、あの部屋の家賃も支払えないしね。まあ、働かない父親と一緒になってかわいそうな部分はあるけれど、あなたが私に対して散々ひどいことを言ってきたことは消えないからね。残念だけど、血がつながっていないから離婚した時点で私はあなたの母親ではなくなるの。もう赤の他人なのよ。これからは今までの行いを反省して、まっとうに生きなさい。生活については役所とかに相談しなさい。行政に頼れば何かしらサポートはしてくれると思うから。これが私ができる限界よ。今は大変かもしれないけれど、心を入れ替えて誠実な人間になることを目指しなさい。私はそう言って電話を切った。それからしばらくは娘から電話が来ることはなかったが、半年後に娘が高校を卒業した頃にメッセージが届いた。大学には行けなかったけど、就職先は決まったよ。別にあんたの言葉で火がついたとかじゃないからね。あくまで私が頑張っただけのこと。一応13年間育ててもらったから報告しただけだから。私はこのメッセージを読んでふっと微笑み、一言だけメッセージを書いて返信した。よく頑張ったね。卒業おめでとう。既読だけついてそれ以降返事は来なかったが、私はなんだか晴れやかな気分になった。娘とはこの先会うことはないかもしれないが、自分の人生をしっかりと歩んでいってほしいと思う。ああ、そうそう。ちなみに元夫は風の噂では家賃が支払えず、しかも何年も無職だったから仕事も決まらずにホームレスになったらしい。最終的に路頭に迷ったのは元夫だったということだ。まあ私にはどうでもいいことだが、一方私は相変わらず同じ仕事を続けながら毎日楽しく充実した日々を送っている。これからも目の前のことに一生懸命に取り組みながら生きていこうと思う。っていうかなんでまだいるの？お兄ちゃんはもういないんだからさ、早く出て行ってよね。ただ飯食いの役立たずは消えろ。義妹と義母は私を罵倒してきて追い出そうとしてきた。私がいなくなったらどうなるのかよく分かっていないのだろう。いいですよ。まあどうなっても知らないですが。私の名前はのぞみ、30歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちは高校時代の同級生で、当時は付き合っていなかったのだが、成人式後の同窓会で再会したことをきっかけにデートをするようになって交際が始まった。だから夫と付き合うようになってからはもう10年が経っている。それでも私たちはとてもラブラブで仲が良かった。結婚生活もとてもうまくいっていた。そろそろ子供が欲しいなと思いながら幸せな日々を過ごしていたのだが、そんな中いきなり義母から夫のもとに連絡が来た。マサト、ちょっとお願いがあるんだけど。どうしたの？母さん。お父さんが足腰を悪くしちゃって介護が必要な状態なんだ。え、そうなの？それでもしよかったら私たちの家で一緒に住んでくれないかい？え？私だけだと心細くて。誰か他にも一緒に住んでくれているとすごく助かるんだよ。そっか。ちょっとのぞみに相談して連絡するよ。夫はそう言って私に同居について相談してきた。私も夫も義父がそのような状態になっているとは知らなかったので驚いた。私は義父にはすごくよくしてもらっていた。だから私の意見は同居に賛成だ。私が同居をしても構わないと言うと、夫は喜んでくれた。ありがとう、のぞみ。お父さんのことをみんなで支えていこう。こうして私と夫は義実家に移り住んで同居生活を送ることになった。お母さん、お父さん、今日からよろしくお願いします。のぞみさん、ありがとうね。本当にすまない。こちらこそよろしく頼むよ。義両親は温かく出迎えてくれて、私は同居生活を楽しく過ごせるだろうと思った。しかし予想と反してなかなか同居生活はつらかった。のぞみさん、このお料理味が薄すぎないかしら？え、あ、すいません。お父さんの健康のために薄めに作りました。あの人に合わせられたらこっちはたまったものじゃないわ。え？次から私にはもう少し濃い味付けで出してちょうだい。わかりました。義母はもっと優しい人かと思っていたのだが、意外にもいろいろと細かく指摘してくるタイプだった。のぞみさん、洗濯物の畳み方がなってないわよ。あとお茶菓子が切れてたから買ってきてちょうだい。わかりました。でもお父さんの介護があるので、お昼後でもいいですか？はあ、それじゃあダメよ。私はお昼後にお茶菓子を食べたいの。いやでも、お父さんのお世話が。別にちょっと買ってくるだけなんだから、少しくらい介護を後回しにしたっていいじゃない。あなたって本当に融通が利かない人ね。義母はだんだんと私に対してのあたりがきつくなった。のぞみさんって、ご両親からちゃんと育ててもらえなかったの？家事もできないし、仕事も成功できなかったし、本当に残念な人ね。どうしてそんなことを言われなければならないのだろうか。私はさすがに理不尽だと思い、夫に相談した。夫はすぐに義母に怒って注意をしてくれた。そして義父も義母に対して、私へのいびりはするなと言って聞かせてくれた。義母は自分の夫と息子から怒られて少し落ち込んでいたので、これで反省してくれればいいなと思った。夫と義父が味方なのはありがたい。これからも何かあったら頼ろうと思う。だがそんな中、義母に助っ人が現れた。それは義妹のゆかだ。ただいま。あら、ゆかいきなり帰ってきてどうしたの？しかもそんな大きな荷物まで持ってきて。ごめんお母さん、私、離婚した。だから戻ってきちゃった。私は義妹がそのように言ったので驚いてしまった。だが義母は、あらら、そうなのね、と言い、普通に受け入れていた。どうして驚かないのか疑問に思っていると、義妹は私に命令をしてきた。ちょっとお姉さん、早くしてくれます。私の荷物を早く部屋に運んでよって言ってるの。物分かりの悪い嫁だね。義妹はそのように言って私を罵倒してきた。普通は自分で運ぶものだし、そもそも私は彼女の義士なのだから、そんな態度を取るのはどうかと思う。しかも連絡もせずに出戻りするなんて常識がなさすぎる。夫は仕事中なのでまだ義妹が出戻りしてきたことを知らない。私は夫に一応 LINE で報告をしておいた。すると夫はいつもなら軽く残業してくるが、定時ですぐに帰ってきた。ゆか、何やってるんだ。いきなり戻ってくるなんて困るだろ。何よお兄ちゃん。私は離婚して仕方なく戻ってきたのよ。それなのにそういう言い方ないんじゃないの？少しくらい慰めようとしてくれてもいいんじゃない？何言ってんだよ。だいたい離婚がなんで事後報告なんだよ。それもおかしいだろ。どうして離婚したんだ。ちゃんと説明をしろ。もうお兄ちゃん、うるさい。私を責めないで。義妹は夫に問い詰められて逆ギレをしていた。マサト、もう少しゆかに優しくしてちょうだい。この子は今傷ついてるんだから。義母がそのように夫に言う。母さんはいつもゆかを甘やかしすぎなんだよ。このままだとこいつは居座るぞ。ちょっと、そんなこと言わないでよ。夫はどうやら何か思うところがあるようだ。とりあえず義妹をどうするかは後日話し合うことになった。ゆかさん、このままずっとここに住み続けるつもりなのかな？絶対そうだよ。あいつは本当に寄生虫のようなやつだから。寄生虫？あいつは結婚するまでずっとこの家に住んでたんだ。しかもバイトもすぐに辞めるし、家事はしないし。母さんが甘やかすから、自立する必要がないって考えてるから、いつまでもそういう部分が治らないんだ。でも一度は結婚して主婦をした経験があるんでしょ？それなら大丈夫かなとは思うけど。いや、人間の性格なんてそう簡単に変わらないだろ。実際、こちらの都合なんて考えずにいきなりやってきたじゃないか。確かに。私は夫の言う通りだなと思った。そして翌日、義妹と義母を交えて私たちは話し合った。単刀直入に言おう。俺はユカが戻ってくることには反対だ。どうしてよお兄ちゃん。お前はここにいると何でもかんでも周りにしてもらおうとして甘えるだろ。やっと自立できる能力を持つことができたんだ。だからここに住むことは許可できない。そんなマサト、そんな風にユカに厳しくしないでおくれよ。ユカだって他に頼るところがなくてきたんだから。母さんはユカに甘すぎるんだよ。夫が義妹と義母に厳しく言うと、義妹がいきなり泣き出した。私今の状態で一人で暮らすなんて無理だよ。私慰謝料を支払わないといけないの。え？不倫がバレて離婚になって、それで慰謝料を請求されちゃったの。突然のカミングアウトに驚きを隠せない私たち。まさかそんな状況だったなんて。これには夫も頭を抱えていた。じゃあちゃんと働いて借金を返すことが条件だ。最終的に夫は義妹が同居することを許可した。まあ慰謝料が支払えず生活費も払えなくなって大変な状況で泣き疲れてもこっちが困るので、夫の判断は正しいと思う。本当にありがとう。義妹はそう言って夫に頭を下げた。それから義妹は週5でフルでバイトをして少しずつ慰謝料を支払っているようだ。夫もそんな義妹の様子を見て安心していた。だが仕事で疲れている時の彼女は結構めんどくさかった。私魚嫌い。肉買ってきてよ。そうは言われても人数分のお魚を買ってきちゃったし。仕事頑張ったのに肉食えないのやだ。お肉買ってきてよ。まるで5歳児みたいだ。わがまま言わないでよ。今からゆかさんの分用にお肉を買いに行くなんて時間がないわ。私がそう言うと義妹はイラッとした顔をした。この家に嫁いできたくせに生意気だよね。お姉さんみたいなケチくさい人が嫁とか、お兄ちゃんがかわいそう。義妹は自分の思い通りにならないとすぐにそうやって私を罵倒してくる。少ししたら軽くあしらうことができるようになったが、最初の頃は精神的にダメージを食らっていた。あまりに度が過ぎた態度をとってきた時は夫に相談して怒ってもらった。だがそんな中、思いもよらないことが起きた。夫が病で倒れてしまったのだ。原因は脳梗塞だった。病院に運ばれた夫はしばらく入院が必要だと言われてしまった。そして治療を続けていたのだが、急に容体が変わり帰らぬ人となってしまった。私は悲しみに暮れた。もちろん義実家の人たちも悲しんでいた。葬儀を終えて私は義両親と義妹と義実家に帰った。今まで私を支えてくれていた夫がいなくなったことは本当に悲しい。本来なら私はここを出ていくものなのだろうが、義父のことが気がかりだった。だから私は義父のために義実家に残ることにしたのだ。のぞみさん、本当にすまない。マサトはもういないのに、私みたいな老いぼれの世話をしてくれてありがとう。何言ってるんですか。大事なマサトさんのお父さんなんですから。それから私は主に義父のお世話をするために義実家で暮らしていた。だが 2、3 ヶ月ほど経った頃、義妹が怒った様子で私にこう言ってきた。っていうかなんでまだいるの。お兄ちゃんはもういないんだからさ、早く出て行ってよね。義妹は夫が亡くなってから注意する人物がいなくなったので、すぐにバイトを辞めて家に居座るようになった。義父は基本的に部屋で寝たきりの生活なので注意することもできない。じゃああなた、お父さんの介護をしてくれるの？そんなのヘルパーさんを雇えばいいわ。だってあんたお兄ちゃんの遺産をもらってるんでしょ。だったらヘルパー代を支払って消えなさい。理不尽な物言いをしてくる義妹。さらには私たちのやり取りを聞いていた義母も欺瞞に加担し始めた。ただ飯食いの役立たずは消えろ。義妹と義母は私を罵倒してきて追い出そうとしてきた。私がいなくなったらどうなるのかよく分かっていないのだろう。この時、私の中で何かが切れた気がした。いいですよ。まあどうなっても知らないですが。私の言葉が負け惜しみに聞こえたのだろう。義妹と義母は私の発言を鼻で笑った。それから私は荷物をまとめて義実家を出た。そしてビジネスホテルを借りてしばらく滞在していた。そんな中でとても良い物件と巡り合えたので、私は引っ越した。そこで久しぶりに快適で自由な時間を過ごした。するといきなり義母から電話が来た。のぞみさん、助けて。どうしたんですか？私、いきなりお父さんから離婚届を突きつけられたの。あの人は介護施設に行くって言って、さらにはこの家を売った上で離婚届を出してきたのよ。もう今月中には出ていかないといけないのよ。私、どうしたらいいかわからなくて。だから私に助けを求めてきたんですか？そうなのよ。さっさと改善策を考えてよ。物をお願いする立場のくせになんて生意気な。私はもう夫とは死別していますし、お父さんが介護施設に行くのなら何も関係はありません。あなたやゆかさんがどうなろうと知ったこっちゃないんですよ。そんな。嫁だったんだから私たちの生活を守りなさいよ。いい加減にしろ。私はあんたらの奴隷でも家政婦でもないんだよ。私がどれだけ我慢してきたと思ってるんだよ。今回お父さんがあんたに離婚を要求したのは、私があんたらからひどい扱いを受けているのがかわいそうだと思ったからだよ。自分たちがどれだけひどいことをしてきたか自覚しろ。そして少しは自分たちで働いてその上で家事する大変さを覚えろ。私はそのように怒鳴った。電話口で義母の日と怯えた声が聞こえた。私は言いたいことをすべて言ってやった。義母は完全にビビったようで、すいませんでした。と私に謝って電話を切った。私はすぐに義母の番号を着信拒否にしてやった。言いたいことが言えてすっきりした。それから少しして義父から連絡が。家内とは無事に別れて、家も売ったよ。家内と娘は、現在安いアパートを2人で借りて、お互いに働くことを押し付け合っているようだ。ゆかは慰謝料がまだ残っているから、生活は相当大変だろうな。私は義父からそのような話を聞いてざまあみろと思った。そして自業自得なので同情はしない。のぞみさんには私のいる施設を教えとくね。たまにでも顔を見せに来ておくれ。もちろんです。私は義父に会いに定期的に施設を訪れている。義父は家で介護をしていた時よりも元気そうだ。どうやら義母や義妹がいる生活は落ち着かなかったらしい。今こうやって義父が平和で暮らせているのは嬉しいし本当に良かったと思う。そしてそんな中で私に嬉しい出来事が。なんと私のお腹の中に夫との子供が宿っていたのだ。夫が亡くなってしまったことは悲しいが、二人の愛の証ができたことはとても嬉しい。義父に報告すると感動して涙を流していた。私はこれから出会えるお腹の子を心待ちにしながら、夫の分も大事に育てていこうと思う。舞さんどうしたの？私がお風呂から上がると、廊下で布団を敷いて寝ている弟嫁の姿があった。彼女の体は震えていて、とても寒がっているのが分かった。なんでそんなところで寝てるのよ。私が問いかけると、弟嫁はうつむきながらこう言った。いつものことなので。信じられない事実を知った私はすぐに居間へと向かった。ちょっとあんたたち一体何をしてるの？私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。大学を卒業して就職した会社で働き始めてもう13年になる。結婚をしていないのでその分仕事に打ち込むことができ、今では部長という立場で責任のある仕事を任されている。たまに恋人やパートナーがいないことを寂しいと思うが、私自身仕事が大好きなのでこういう人生も悪くないなと思っている。私は多分このまま結婚はせずに独身として過ごしながら仕事人間になるのだろうな。そんなことを考えていると母から一通の LINE が届いた。今度の正月は帰ってこれるのかしら。のぞみに会えるのをみんな楽しみにしてるわよ。普通なら嬉しい内容だろうが、私はそのメッセージを見てため息をついた。というのも私は自分の家族が苦手だ。私は両親と弟の4人家族の中で一番稼いでいる。だから私の家族は私に何かとたかろうとしてくるのだ。私が課長になった時は母は高級バッグを要求してきたし、父はゴルフクラブを要求してきた。弟もなぜか腕時計を要求してきて、私はとても困った。私が私のお祝いなのになんでみんなに高価なもののプレゼントをしなくちゃいけないのと言うと、固いことは言うなよ、ノリが悪いなぁなどと言われ、私が悪いみたいになったことがある。それ以来私は自分の仕事について家族に話すことは一切やめた。だから部長に昇進してバリバリ働いていることは話していないし、これからも絶対に話さない。私はあまり実家に帰りたくなかったのだが、今度の正月については少し悩んでいた。というのも、現在実家には弟夫婦が同居して、親と一緒に住んでいるのだ。弟の正人と嫁の舞さんは4年前に結婚をし、もともとは夫婦だけで暮らしていた。舞さんとは両家の顔合わせの時に初めて出会ったのだが、可愛らしくて笑顔がとても素敵な優しそうな女性だった。私は初対面だったが、彼女とちょっと話しただけですごく好きになった。だがそれから数えるほどしか会っていなくて、私たちが最後に会ったのは一昨年のお盆の時だった。舞さん、久しぶりね。ちょっと痩せたんじゃない？え、そうですか？ちゃんと食べてるの？はい、この前もお菓子を食べ過ぎちゃいましたし。そうなのね。今度舞さんとカフェにでも行きたいね。ぜひ行きたいです。甘いもの大好きなので。舞さんはやっぱりそうやって優しく笑うのがとても可愛い。これは最後に会ったお盆の時の会話だ。だがこの時に私はもっと彼女に目を向けてあげていればと後悔した。お盆の集まりに参加した時は、私は舞さんと一緒にいる時だけが穏やかだった。それ以外は親や弟から仕事のことを聞かれ、どれくらい稼いでいるのかとか、どこどこに行きたいから連れて行ってくれなどと言われて、めんどくさかった。久しぶりに参加したが、舞さんがいなかったらすぐに帰っていたと思う。前回がそういう感じだったので、私は今度の正月の集まりに参加するのをとても迷っていた。だが年末が近づいてきた頃に、再び母からメッセージが来た。正月の件はどう？これそう。たくさんごちそうを用意して待ってるから、ぜひ来てほしいんだけど。母からはそういった内容のメッセージが何通も来た。ここまでしつこいと、一度言っておかないと面倒なことになりそうだ。それに前回のお盆後から実家で同居をし始めた舞さんには会いたかった。なんなら舞さんと2人で遊ぶだけでいいのだが、私は散々悩んだが、結局正月に実家に帰ることにした。それからなんだかんだ仕事が忙しくて、あっという間に年末を迎えて正月になった。そして新年が明けて私は実家へと帰省した。のぞみ、よく来てくれたわね。久しぶりだな。姉さん、元気にしてたか？両親と弟はそう言って私を出迎えてくれた。はしゃぐ3人の後ろから舞さんがこちらを覗くのが見えた。適当に3人に挨拶をし、今に向かう途中で私は舞さんと挨拶をした。舞さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お姉さんが来てくださってとても嬉しいです。ぜひゆっくりしていってくださいね。ええ、ありがとう。私と彼女が話していると、母が私を今の方から呼んだ。のぞみ、何をしてるの？早くこっちにおいで、話しましょうよ。はいはい。私は舞さんに、ごめんね、と謝り、今へと向かった。両親と弟は私を捕まえると、いろいろと質問をしてきた。仕事は順調なの？うん、相変わらずだよ。相変わらずってことは、給料も変わらずずっといいってことなのか？それは知らないけど、変わっていないならいいでしょ。姉さん、俺、最近バイクにはまっててさ。始まった。両親と弟は、必ずそうやって私の仕事の状況を聞いた後に、自分たちが欲しいものの話をしてくる。それは要するに私に買ってほしいということなのだ。だが絶対に私は何も買い与えないと決めている。そのため家族の話は適当に聞き流していた。そんな中、私は舞さんの姿が見えないことに気がついた。あれ？舞さんはどこにいるの？私がそう聞くと、両親と弟は興味がなさそうにしながら、ああ、掃除でもしてるんじゃない？と言った。え、掃除？今日は大晦日ではないし、普段家事をやっているとしても、正月くらいは休んでいいだろうに。私は立ち上がり、舞さんを呼びに行った。舞さん。はい、何でしょうか？いや、せっかくのお正月なんだから、ゆっくり休めばいいのにと思って。私、舞さんともお話ししたいし。すみません。わざわざ席を立たせてしまって。私、戻った方が良かったんですね。あ、いや、そんな風に気を使わせる気はなかったんだけど。舞さんはすごく困った顔をしていた。そして何かに怯えているかのようだ。私は何かいけないことをしてしまったのかと思った。そんな時、もしかしたら彼女は、この家で居場所がないのではないかと思った。舞さん、何か悩んでることがあったら私に何でも言ってね。え。その時、彼女はとても驚いた顔をしていた。今までそんな言葉を誰もかけていなかったのだろう。彼女がとても動揺しているのが分かった。だが彼女はゆっくりと呼吸をした後、特に悩んでいることはないので、大丈夫ですよ、と笑顔で言った。しかし、その笑顔は以前見せてくれたような柔らかいものではなく、明らかに引きつっていた。私はとりあえず舞さんを今に連れて行き、半ば強引に一緒にゆっくりさせることに。弟と親はなんだかつまらなさそうな顔をしていて、私は彼らの反応が気になった。そして夕方になり、そろそろご飯にしようという話になった。今日はいいお肉を買ってきたから、すき焼きで食べましょう。母がそう言って、高そうなお肉を食卓に持ってきた。おう、うまそうだな。母さん、いいの買ったね。父と弟はテンションが上がった様子でビールを開けていた。舞さんは事前に切ったであろう具材をどんどん食卓に運んでいった。私も久しぶりのすき焼きにテンションが上がった。やっぱり一人暮らしだとなかなかやる機会がないので、こういう時しか食べられない。それに一人だともったいないと思って、高い牛肉を買うことはない。だからこれは帰ってきてよかったなと思った。そして乾杯をして食事が始まった。久しぶりに食べるすき焼きは、すごく美味しかった。お肉はここ数年食べた中で、一番美味しいと思う。私はそんな感じですき焼きを堪能していたのだが、また舞さんのことで気になることがあった。それは全くお肉に手を伸ばしていないのだ。お肉苦手だったかなと思うほど食べようとしていない。せっかくの高いお肉だから食べられるのなら食べてほしいと思った。舞さんもお肉食べなよ。私がそう言うと、彼女はなぜか親や弟の顔を見た。なんていうか、確認をしているような感じだ。私はなんとなく、彼女がこの家でどういう立場でいるのか見えてきた。だから私は、私が食べてほしいって思ってるの。だから食べてみてくれない?と言った。すると母が、のぞみがそう言ってるんだから食べなさい。と言って促した。舞さんは、それじゃあいただきますと、遠慮がちにお肉を鍋から取って食べた。おいしいです。そうやって言っていたが、なんとも気まずい空気が食卓に流れた。きっと両親も弟も、舞さんが食べることを許していなかったのだろう。さっきと同じように、彼らはつまらなさそうな顔をした。それから食事を終えて、私は舞さんと一緒に食器を洗った。舞さん、あれだけしかお肉食べられなかったけれど、よかったの?いいんですよ。お姉さんがたくさん食べられたなら。こんな時でもそういう優しい言葉を言える彼女は素晴らしいと思った。そしてこんな心優しい舞さんが、この家で辛そうにしているのが見ていられないと思った。だが実際にどういう仕打ちを受けているのか私は知らない。だからどう対応してもいいのかわからない。そのうち夜遅くになり、私はとりあえずお風呂に入ろうと思った。お風呂で体を流せば、いいアイデアが生まれるかもしれない。そしてそれから30分ほどかけて私はお風呂に入った。ふう、さっぱりした。私は髪を乾かして脱衣場から出た。舞さんどうしたの?私がお風呂から上がると、廊下で布団を敷いて寝ている弟嫁の姿があった。彼女の体は震えていて、とても寒がっているのが分かった。なんでそんなところで寝てるのよ。私が問いかけると、弟嫁はうつむきながらこう言った。いつものことなので。はあ。なんと彼女は毎日この廊下で寝るように指示されているらしい。こんなお正月の寒い時期に暖房が効いていない廊下で寝させられるなんて拷問と同じだろう。信じられない事実を知った私はすぐに居間へと向かった。ちょっとあんたたち、一体何をしてるの?今では親と弟がテレビを見ながら爆笑をしていた。だが私が鬼の形相で彼らに怒鳴ったので、びっくりした様子でこちらを見ていた。どうしたのよのぞみ、そんなに怒って。どうして舞さんを廊下に寝させてるのよ。私がそう言うと、彼らはあーっと鼻で笑った。それはあいつの部屋がないからだよ。そして俺たちのもとに嫁いだってことを分からせなきゃいけないだろう。そうよ、嫁というのはそういうものよ。はあ。私は自分の家族が何を言っているのかよく分からなかった。そんなことして恥ずかしくないの?こいつは全く役に立たないから、これくらいの扱いでいいんだよ。弟は吐き捨てるようにそう言った。どういう事情があれ、そんな扱いをしてはいけないだろう。話が通じない彼らといつまでもここにいても無駄だ。私は舞さんに荷物をまとめるように言った。彼女は困っていたが、私が大丈夫だからと言うと、覚悟を決めたようで、荷物をまとめ始めた。ちょっとのぞみ、何をしてるのよ。その嫁を連れてどこに行くって言うんだ。どうせそいつは行くあてもないんだぞ。両親がすでに死んでるからな。実家だって大した値で売れなかったそうだしな。金もない役立たずだよ。そう、じゃあ彼女は私が連れて帰るわ。私がそう言うと、弟は自分が嫁を引き止めることはプライドが許さないのか。そうかよ、疫病神を連れて行ってくれてせいせいするよ、と言った。私ももうここには一生帰ってこないわと言って、舞さんと一緒に実家を出た。彼女の荷物は驚くほど少なかった。これほどまでに、彼女はこの家に居場所がなかったのだろう。私はタクシーを拾うと、彼女と一緒に私の部屋へ向かった。舞さん、私の家族が本当にごめんね。いえ、いいんです。私も言われっぱなしで我慢することしかできなかったので、もっと言い返したり、自分の気持ちを言えばよかったんです。いや、あの人たちはハイエナのような存在だから、普通の常識が通用しないから、舞さんは何も悪くないわ。私の部屋に着いた後、私は彼女に温かいコーヒーを飲ませた。そしてとりあえず暖かい部屋で一緒に眠りについた。翌日、私は舞さんとじっくり話した。彼女の話によると、弟は仕事を真面目にしないようで、全然収入が増えず、ギリギリの生活をしていたそうだ。そして彼女のご両親が亡くなった際に、遺産を当てにしたそうなのだが、相続したお金がものすごく少なかったことで、弟は彼女に対して冷たくなったらしい。それで節約のために無理やり自分の実家に彼女を連れて行き、同居を始めたらしい。私の親は弟と似たような性格で、自分たちのことしか考えていない。だから嫁とはこき使うものという価値観だった。それで舞さんは私の親と弟からひどい扱いを受けていたそうだ。私はその話を聞いて、とことん呆れてしまった。そして改めて彼女に謝った。舞さん、一刻も早く弟とは別れなさい。あんな家族と一緒になっても不幸になるだけよ。私が何度も説得をすると、彼女もようやく目が覚めたそうだ。弟と別れる覚悟を決めたらしい。それから私は彼女に弁護士の友人を紹介した。私は弟と親と言い合いをした時の会話を録音していた。そのため、彼らが舞さんにひどい扱いをしていたことは証明することができ、彼女はモラハラなどによる精神的苦痛で、慰謝料を請求することができた。弟と両親は、まさか慰謝料まで請求されると思っていなかったようで、顔を青くしながら、弁護士にどうにかならないかと懇願していたそうだ。だが弁護士は毅然とした態度で、請求は免れないと言い、舞さんのためにしっかりと動いてくれたらしい。結果的に弟は舞さんに慰謝料を支払うことになった。さらには嫁いびりをした結果、出て行った嫁に慰謝料を請求されたことがご近所さんに知れ渡り、弟と両親は陰で笑われ、誰からも相手にされなくなったらしい。そして私も彼らの番号は着信拒否にし、家も引っ越した。そのため彼らが私に接触してくることはもうできない。それから私は舞さんと仲良くなり、よく遊ぶようになった。その時に知ったのだが、実は舞さんはとても英語が得意で、一時期は塾の講師もしていたそうだ。そのため、最近はオンラインでの英語講師をしているらしく、それが結構人気で、かなり稼げているらしい。あのまま弟と親の家政婦状態だったら、きっとこんな生活はできていなかっただろう。新しい人生をスタートさせた舞さんの笑顔は、初めて会った時のように輝いていた。私はそんな彼女とこれからも仲良くしていきながら、私自身の人生も輝かせていこうと思った。この家には妹が住むから、お前は出ていけ。は、ありえない。夫はどこまでアホなシスコンなんだろうか。私の私物までゴミ置き場に放置して、最低だ。私はもう夫とは終わりだと思い、そのまま家を出て行ってやった。おい、どうして帰ってこないんだ。あなたが悪いんでしょ。私、もう帰らないから。私の名前はのぞみ、33歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して3年が経つ。私たちはもともと同じ会社で働く同僚で、同期でもあった。そのため必然と話すことが多く、仕事での悩みとかを相談し合うのに、飲みに行くことも多かった。それから夫は6年ほど働いた後に転職し、その時の送別会で彼から告白をされて、付き合うことになった。そして2年くらい付き合った後に、私は彼からプロポーズをされたのだ。あの会社で同期として出会えたのは運命だと思う。のぞみはいつでも俺のことを支えてくれる大切な存在だ。これからも俺をずっとそばで支えてほしい。俺と結婚してください。はい。よろしくお願いします。夫からのプロポーズはとても嬉しかった。夫は付き合っている時から私のことを大事にしてくれていて、さらに仕事も一生懸命でとても素敵な人だった。彼となら幸せな結婚生活を送れる。私はそう思っていた。だが夫はとんでもないほどのシスコンだったことが判明した。例えば義妹の誕生日の時のこと。あれ？今日お仕事じゃないの？今日は有給を取った。え、どうして？ゆかの誕生日だからだ。なんと夫はたとえ平日で仕事があったとしても、義妹の誕生日には休みを取って朝から一緒に遊びに行くのだ。しかもその時は高級寿司屋だとか高級レストランに行っているらしいし、プレゼントもブランド品をあげていたりする。私にはそんな高価なものはくれたことなんてないし、そこまで高いお店に連れて行ってもらったこともない。普通は嫁の方を優先するべきだろうと思うのだが、完全に私をないがしろにしているわけでもないし、自分の妹を大事にしていることをそこまで責めるのはかわいそうだと思い、なかなか言えなかった。そういえば結婚する前もよく夫は妹の話をしていた。この時は妹思いの素敵な男性だというふうに思っていたのだ。まさかここまで溺愛していて、結婚生活にも支障をきたすレベルだとは想像できないだろう。義妹のゆかは私と夫よりも5歳下で、そこそこ年が離れていてたから、それも夫にとって溺愛してしまう理由の一つだったのかもしれない。夫は昔から自分が妹を守ってあげなきゃという使命感に満ち溢れているようで、そして何でもかんでも妹のためにしてあげたいと思う人だった。そのため2人で旅行に行っても、妹を誘おうとしていたことが分かったり、お土産にすごく高いものをプレゼントしてたりして、本当に呆れるほどだった。そしてそんな義妹だが、2年前に結婚をしている。それなのに夫は義妹への溺愛ぶりがやむことはなく、呆れてしまうほどだった。そういえば、義妹が結婚すると分かった時の夫の落ち込みようは、本当にひどかった。慰めるのが大変で、なんなら会社も休んでいたから、本当にひどい。なんとか励まして元気を出してもらったが、あのまま放っておいたら、仕事に一切行かなかっただろう。何よりも妹のことを大事にする夫に、私はかなり呆れていた。義両親も夫の義妹への溺愛ぶりには呆れているようで、私はある日謝られたことがある。正人がいろいろと迷惑をかけてごめんね。本当にユカのことになるとどうしようもなくなるのよ。でもここぞって時はきつく言っていいから。義両親はそうやって私の味方をしてくれた。義両親がいなかったら私はもしかしたらすぐに夫と離婚をしていたかもしれない。義両親はよく私の代わりに夫のことを叱ってくれていた。マサト、あんたどうしてのぞみさんよりもゆかを優先してるの？普通は妹よりも自分の嫁を大事にするべきだろ。だが夫はそんな義両親に対して自分の謎理論を展開するのであった。俺の今があるのは妹のおかげなんだよ。だからのぞみとも結婚できた。それならゆかを一番大事にするのは自然なことだろう。真顔でそんなことを言ってくる夫に私も義両親も言葉を失った。まあその時はそこまでひどい問題を起こしてはいなかったし、私のことを全く大事にしていないというわけではなかったから、私は夫のことを許してはいた。だがだんだんとそれを黙認できないレベルにまでなっていた。え、旦那さんが骨折で入院になった。そっか、じゃあ俺が代わりにいろいろと手伝いに行くよ。夫の元にかかってきた電話。間違いなく妹だろう。夫は私に確認をすることもなく勝手に返事をした。電話を切ると夫は「しばらくゆかのところに泊まるから」と言い出した。え、泊まり？ああ、旦那さんが入院となったそうなんだ。いや、だとしてもわざわざ泊まる必要ある。ゆかちゃんは専業主婦なんだよね。家のことは一人でできると思うんだけど。何言ってんだよ。女性が一人で夜を過ごすのは危険だろう。それなら夫がいない状態の私は一人になるのだが、私が何を言っても夫はもう義妹のところに行くことを決めている様子だった。分かったわ。結局私が折れるしかなかった。そして夫はすぐに義妹のところに行き、本当にしばらく帰ってこなかった。びっくりしたのが、義妹の旦那さんが入院していた1ヶ月ほどずっと義妹の家に泊まったのだ。私は1ヶ月の間ずっと一人で過ごしていた。夫がいなくて寂しかったが、それ以上に呆れていた。夫にとって義妹の方が私よりも大事なのだ。そして久しぶりに帰ってきた夫。え、どうしたの？やけに見た目が変わったわね。なんていうか、ちょっと太ったというか。夫はこの1ヶ月で見た目が変わるほどに太っていた。ああ、まあずっと外食や出前だったからな。え、この1ヶ月間ずっと外食だったの？そりゃゆかに料理をさせるのはかわいそうだろ。もしかしてその外食のお金を支払ったのって俺に決まってんだろ。ええ、私はどれくらいお金を使ったかは聞かなかった。土日も入れたら相当な金額になっているだろうからだ。私は一人だからできる限り節約をしようと、ものすごい地味な食生活を送っていたというのに、夫がそんなに散財してたら意味がないじゃないか。それで旦那さんはもう退院したんだよね。ああ、残念ながらな。え、なんで残念なのよ。だって久しぶりに妹と1ヶ月間も一緒にいられたんだぞ。これでまたしばらく一緒に過ごせなくなると思うと悲しいだろ。私はため息をつくしかなかった。それなら妹と結婚しろよ、シスコンが。私との生活はつまらないってか。私はなんとか頑張って怒りを抑えた。だが夫は食事の時などの会話でひたすら義妹とのことを話してきた。ゆかのやつ、ピザの注文したんだけど、自分が食べられない具材が乗ってるやつを間違って頼んじゃってよ。結局俺がそれを全部食べて、ゆかはまた違うピザを頼んだんだよ。一人一枚食うとか、マジでアメリカ人みたいだよな。毎日酒を飲んで本当に楽しかったよ。学生の頃に戻ったような感じだ。そう、楽しそうで何よりね。私はものすごく気分が悪かった。こっちはお肉を料理に使うことも躊躇していたというのに、ピザを一人一枚。ふざけんな。私はイライラしながら話を聞いていた。すると夫は私が全然話に乗ってこないことが気になったようだ。お前、本当につまんない女だな。え？普通はもっと話をちゃんと聞いて、質問とかしてくるものだろう。俺ばっかりが喋ってるじゃないかよ。つまらない話をしているのはそっちだろうが。それなら聞いてやろうじゃないか。それじゃああなた、ゆかさんと1ヶ月も外食や出前で過ごして、いくら使ったのよ。え？料理を一切させなかったんでしょ。食費全部、あなたが出したんでしょ。一体いくら使ったのよ。夫は急に冷や汗をかき始めた。どうしたの？言えないくらい使ったっていうの？そんなの別に聞かなくてもいいだろ。どうして？私はこの家の家計を管理しているのよ。あなたがいくら使ったか知る権利はあるでしょ。この話はやめだ。つまらない話ばかりしやがって。夫はそう言って話をやめて部屋に行ってしまった。私に言えないくらいお金を使ったということだろう。一体どれくらい使ったのか気になる。きっと意地でも話さないだろうな。だがそんな中、私は信じられないものを見た。パートで働いた給料が入ったので、私は共有口座にお金を一部移していた。そして記帳をしたのだが、全然お金が増えていなかったのだ。先月までの口座のお金はなんとなく把握していた。だからもう少し金額は多いはず。そう思い、私は通帳を細かく見た。すると、夫が義妹と一緒に生活している期間内に10万円が引き落とされていたのだ。これは絶対に夫が義妹との外食のために使ったに違いない。私はその日仕事から帰ってきた夫を問い詰めた。ちょっと、これどういうこと？共有口座のお金が10万も下ろされてるんだけど、あなたがゆかさんと外食をしたっていう時に使ったお金が10万だってことでしょ。夫は、いや、と言ってたじろいでいた。こんな贅沢してどういうつもり？しかも共有口座ってことは、私がパートで入れてるお金も使ってるってことじゃない。私がそうやって責めると、夫は逆ギレをした。うるさいな。俺の方が多く家に金を入れてるんだから、自由に使っていいだろう。いちいち俺のすることにケチをつけてくるんじゃねえ。私が家計を管理してるのよ。しかも前にも言ったけど、ゆかさんは別に一人でも生活はできるでしょ。無駄に一緒にいて10万円も散財するなんてありえないんだけど。お前は兄弟の時間を無駄だって言うのか。なんてひどいやつだ。これだから一人っ子は。私が一人っ子だとか関係ないでしょ。夫婦の生活のことをもっと考えてって言ってるのよ。ああ、もうめんどくさいな。俺に養ってもらってるくせに、いちいち文句を言ってくるんじゃねえよ。夫はブチギレてそう言い、外に出て行ってしまった。私もさすがにかなり頭にきていた。このまま一緒にいたら、かなりの喧嘩になっていただろう。それからというもの、夫と私は一切口を聞かなくなった。一緒に生活はしているものの、重苦しい空気だけが流れている。私たちは一緒に食事をとることもなくなった。そもそも夫は夜帰ってくる時間もかなり遅くなった。帰ってくると義妹と電話をしているので、きっと義妹と食事をしに行っているのだろう。っていうかそんなことをして、義妹も旦那さんとの関係は大丈夫なのだろうか。そんなことを考えながら数ヶ月が経った。夫との関係は相変わらず悪く、どんどん夫婦の関係は冷え切っていった。もうそろそろ私は限界かもしれない。そんなことを考えていた私。そんな中、地方に住んでいる父が腰を痛めたというので、様子を見に私は実家に帰った。とりあえずは安静にしていれば大丈夫とのことで、私はほっとした。せっかくなので、私は一泊してから実家を出て、家に帰ることに。だがそこでとんでもない問題が起きた。私が家に帰ると、なんだか物が少なく感じた。違和感を覚え、私は自分の部屋へ。どういうこと？なんと私の私物がほとんどなくなっていたのだ。一体これはどういうことなのだろうか。するとちょうど夫が帰ってきた。どこかに出かけていたようだ。ちょっと、なんで私の荷物がなくなってるのよ。私がそう言うと、夫は、もう帰ってきたのかよ、と言った。ちゃんと答えてよ、私の荷物はどこにやったの？お前の荷物は、今ゴミ捨て場に捨ててきたよ。ちょっとなんでそんなことをするのよ。ゆかをここに住まわせるからだよ。どういうこと？お前の荷物が邪魔だってことだよ。この家には妹が住むから、お前は出て行け。なんでゆかさんをこの家に住まわすのよ。彼女は旦那さんがいるのよ。離婚したそうだ。離婚？どうしてよ。ゆかが家事をちゃんとしないからとか、浪費が激しいだとか、そんな適当な理由を言っていたよ。だが俺は旦那の不倫じゃないかと思ってるけどな。ゆかは素晴らしい女性で、誰もが嫁にしたいはずだからな。ゆかを悪く言うなんてありえないよ。ありえない。それはあんたの方だと、私は声を大にして言いたかった。夫はどこまでアホなシスコンなんだろうか。私の私物までゴミ置き場に放置して、最低だ。わかった。出ていくわ。私はもう夫とは終わりだと思い、そのまま家を出て行ってやった。それから実家に帰った。両親はさっき家に戻った私が実家に帰ってきたから驚いていた。だが私が事の経緯を説明すると憤慨していた。それから私は仕事のこともあるので、すぐに不動産屋に行き、一人で住むアパートの部屋を探した。そしてちょうど条件の合う部屋を見つけたので、私はすぐに契約。その後は夫のことなど忘れて、普通に生活をしていた。すると1ヶ月ほど経った頃、夫から連絡が来た。おい、どうして帰ってこないんだ？いきなりそのように怒鳴ってきた夫。あなたが出て行けって言ったんでしょうが。いや、そうだけど、でもそれはちょっと反省してもらおうと思っただけで、だからすぐに帰ってくると思ったんだ。それなのになんで帰ってこないんだよ。あなたが悪いんでしょ。私の私物を勝手に捨てたり、ゆかさんのために散財とかして、最終的に私に対していろいろと暴言を吐いて、出ていけなんて言ったんだから。私はあなたとはもう結婚生活を続けることができないわ。私、もう帰らないから。そんな。困るよ。ゆかのやつ、旦那さんの言う通り、本当に家事を全くしないんだ。それにどんどんブランド品を買ってきてさ、俺のクレジットカードを勝手に使ったりするんだ。もう俺の給料だけじゃ賄いきれないんだ。あらら、やっぱりゆかさんが原因だったんだね。ゆかさんみたいな寄生虫は、あなたが面倒を見てあげればいいじゃない。でも私は絶対にあなたと離婚するから。財産分与はしっかりともらうからね。そんな。もう俺は金がないんだよ。そんなの知らないわよ。私は弁護士を通して離婚と財産分与を要求するから。裁判になっても戦うからね。そんなこと言っても、お前だって金はないだろ。私、今のパート先で正社員にしてもらえることになったの。だから何にも問題ないわ。そんな。裁判費用とかでこれ以上お金をかけたくなかったら、おとなしく要求を飲んでちょうだい。私はそう言って電話を切った。それから夫から何度も電話が来たが、全部無視をした。そして弁護士を通して、離婚と財産分与を要求。夫は裁判にまではしたくなかったようで、おとなしく要求に応じた。こうして私たちは離婚することができ、ちゃんと私の元に財産も入った。元夫は義両親に助けを求めたそうだが、私が義両親に今までのことを話していて、義両親は元夫と元義妹に愛想を尽かしていたので、一切助けなかったそうだ。そのうち元義妹と元夫は、借金をしなければならないほど浪費を重ね、自転車操業のような形で借金を繰り返して、返済をするという状況に陥っているらしい。このままなら絶対に破産するだろうが、私にはもう関係のないことだ。そのまま地獄に落ちればいいと思う。一方、私は正社員として一生懸命働きながら、貯金をたくさんしている。夫と結婚していた時よりかなり安定した生活ができていて、幸せを感じられている。とりあえずは恋愛はしばらくいいので、このまま仕事に打ち込んで貯金を貯めていこうと思う。久しぶり、元気。私はついにアキラと結婚することになったよ。しかも大きいお庭付きの一軒家も買うの。ごめんね、私ばかり幸せになっちゃって。それきっと詐欺よ。あなたはアキラに騙されてるわ。私の名前はのぞみ、26歳のフリーター。現在はファミレスで働いていて、今の職場で働き始めて半年が経つ。私はもともと大学卒業後に会社員として一般企業に勤めていた。そして就職してからは一生懸命に仕事を頑張っていた。そんな時に私は会社の先輩のアキラと距離が縮まり、交際がスタート。アキラはとても仕事ができる人で、周りからも頼りにされている優秀な先輩。私が新入社員として入ってきた時に、私の教育係を担当してくれたのだが、その時もとても優しくて紳士的で、私はとても憧れていた。だから彼から食事に誘われた時は本当に嬉しかった。その後、食事を重ねて交際することになったのだ。付き合ってからも順調に交際を進めた私たちは、付き合って1年後に彼からプロポーズを受けて結婚することになった。お互いの両親への挨拶にも行き、結婚の承諾ももらっていた。これから彼と幸せな家庭を築く。そう思っていた。だが、その時に思いもよらないことが起きた。悪い。別れてくれ。え、どういうこと？俺さ、ゆかと付き合うことにしたから。え？ゆかとは私の親友だ。私がアキラと付き合っていた時にも何回かゆかに会わせたことがあるが、まさか2人が私の知らないところでつながっていたとは。私はショックで思考が追いつかなかった。そしてゆかからは「ごめんね、アキラは私の方がいいみたい」と LINE が来ていた。私は親友に裏切られ、婚約者にも裏切られたのだ。しかも私は婚約を機に会社を退職したばかり。つまり仕事もプライベートでの幸せも全てを失ったのだ。私はアキラに慰謝料を請求しようとしたのだが、彼は家を引っ越していて、さらには仕事も変えていた。どうやら寿退社で私が会社を辞めたのに、婚約破棄となり、自分が会社に残っているのはさすがに周りの目が気になったようだ。私は仕方なく義実家に連絡を取ったのだが、なぜか義両親は私がひどいことを彼にしたということになっていて、全く取り合ってもらえなかった。私はなすすべがなく、泣き寝入りするしかなかった。それからはしばらく落ち込んでいた。精神的なダメージは相当なものだった。なので失業手当をもらいながら1年くらいは仕事はせずに療養していたと思う。そして少しずつ心が回復してきたので、私はとりあえず働くことにした。それでもいきなり会社員は精神的な負担を考えて厳しいと判断したので、家の近くにできたファミレスのオープニングスタッフとして働くことに。ずっと会社員でデスクワークをしていた私にとっては、飲食の仕事は新鮮でまた学べることも多かった。職場の人もいい人で、私にとってとても働きやすい場所だった。店長の正人さんは、私にとても優しく丁寧に仕事を教えてくれた。だから初心者の私でもすぐに仕事を覚えることができた。それからは私はもともと週4日で働いていたのを、シフトを増やして週5日に。ファミレスの仕事を一生懸命頑張ろうと思い、接客についても自分で勉強や研究を始めた。しかし、そんな風に仕事に打ち込み始めた頃にいきなりゆかからメールが届いた。久しぶり、元気。私はついにあきらと結婚することになったよ。しかも大きいお庭付きの一軒家も買うの。ごめんね、私ばかり幸せになっちゃって。LINE はブロックしていたが、メールまでは設定をしていなかった。ゆかはわざわざ写真付きで、あきらとのウエディングフォトと一軒家の写真を送ってきた。LINE で連絡が取れなかったからって、そうやってメールで連絡してまで私にマウントを取りたいなんて、本当にどうしようもない女だ。そんな人が私の婚約者を奪い、しかも結婚するなんて。さすがにショックだったが、私はもう二人のことはどうでもいいと思っていたので放っておこうと思った。二人の写真をバイトの休憩中に見ていると、たまたま一緒のタイミングに休憩に入っていた正人店長が、お友達ですか?と聞いてきた。どうやら、写真に写るゆかのウェディングドレス姿が目に入って気になったらしい。あ、いや、元友達ですかね。不思議そうな顔をする正人店長。私はもう気にしていなかったので、正直に全てを正人さんに話した。正人さんは話を聞いてびっくりしていた。そんなことがあったんですか。よく立ち直りましたね。裏切られた直後は、本当にどうにもならないくらい感情がぐちゃぐちゃでした。それはそうですよ。のぞみさんが元気になられて本当に良かったです。ありがとうございます。すると店長は、あれ?この男。と言って、写真に写るアキラのことをじっと見ていた。どうしたんですか?この男の知り合いですか?のぞみさんは、この男とはどこで知り合ったんですか?私が入社した会社の先輩だったんです。〇〇っていう会社の。そうなんですね。彼は今もその会社に?あ、いえ。私が慰謝料を請求しようとすると、すでに辞めていて行方もわからない状態なんです。なるほど。私は正人さんは一体どうしたのだろうかと思った。だがそのタイミングで休憩が終わってしまったので、その日は特に何も聞けずに終わってしまった。それからもゆかからは自慢メールが届いていた。私はあまり気にしていなかったのだが、興味本位でどういう内容が届いているのか見ることに。その内容は、やれ高級レストランに行ったとか、やれ海外旅行に行ったとか、高級ホテルのスイートルームに泊まっただとかいう自慢ばかり。だが私は疑問に思った。あきらが今どんな仕事をしているのかは知らないが、会社員時代はそこまで給料は良くなかったはずだ。私たちが働いていた企業は中小企業だし、給料も平均かそれよりちょっと低いくらいだ。だからゆかが自慢するようなお金持ちの生活は当時のあきらの給料じゃ実現は無理だろう。でも別に私には関係のないことか。そう思い、私は今まで通りの日常を過ごすことにした。するとある日の仕事の休憩中、マサトさんからご相談があるのですが、と話しかけられた。一体何だろうと思っていると、なんとアキラのことについていろいろと聞きたいそうなのだ。あなたのことを裏切った男について詳しく聞くのは、のぞみさんの傷をえぐるようで心苦しいのですが。まあ、そうですが。何か調べる理由があるんですか？実は。私はマサトさんの話を聞いてびっくりした。まさかアキラがそんなことをしていたなんて。私はマサトさんに協力することにした。アキラが常連だったバーとか、趣味嗜好などを教えてアキラが出入りしそうなところを2人で考えた。それからは地道にいろんな場所に行き、アキラを見つけることに成功。ただ私が接触すると、また行方をくらますだろうから、マサトさんが彼に接触することに。マサトさんは人当たりがいいので、アキラもだんだんと心を開いていき、自分の悪事をばらし始めたようだ。ある程度証拠が集まったところで、私はユカに連絡をした。わざわざ LINE のブロックを解除して、電話をした。もしもし、どうしたの？私の生活が羨ましすぎて連絡しちゃったのかしら。そういうわけじゃないわ。あなたに忠告をしようと思って。忠告？一体何よ？アキラのことだけど、あなた騙されてないわよね。ああ、私が騙されてる。何言ってんのよ。そんなわけないでしょ。嫉妬心から変なこと言わないでくれる？あなた、一軒家を購入してもらったって言ってたけど、アキラが一括で購入したの？ああ、なんでそんなことを聞くのよ。いいから教えてちょうだい。ローンを組んだって言ってたわよ。え、もしかしてあなた、頭金とか渡してないわよね？え、ああ、まあ200万くらいは渡したけど、アキラが必要だから貸してくれって言ったからね。そんな、他には、何か持ってきてとか言われなかった？ええ、うん。印鑑とか大事な書類とか必要だからって言われたままに渡して、あとは任せたけど。あらら、そうなのね。さっきから何なの？あんた、何が言いたいの？それきっと詐欺よ。あなたはアキラに騙されてるわ。はあ、何言ってんのよ。アキラがそんなことするわけないじゃん。確かにあの人、とても誠実そうに見せるのうまいものね。私も騙されてたわ。ちょっと、アキラはもうあんたの婚約者じゃないし、私の婚約者なのよ。私のアキラの悪口を言うのは許さないわ。好きにしなよ。でも私は忠告したからね。ふん。負け組の残念な女が。二度と連絡してくんな。そう言って、ユカは LINE 電話を切った。あそこまで洗脳されてちゃダメだな。仕方ない。別の方法でアキラとユカと接触するか。そして私とマサトさんはもう一つの方法を実行することに。それはアキラと仲良くなったマサトさんがダブルデートをしようとアキラを誘うこと。マサトさんはその際にアキラに、楽にもっとお金を稼げる方法がある。と言って誘い出してもらった。そして個室の居酒屋で会うことにし、アキラとユカがいるところに私とマサトさんが出向く。すると二人は私が登場したことに驚いていた。どうしてお前が？なんであんたがここにいんのよ。こうでもしないと、あんたたちと会うことはできなかったからね。ふざけるな。俺は帰るぞ。その場から立ち去ろうとするアキラをマサトさんが止める。待ってください。今逃げたら警察に通報しますよ。は？どういうことだよ。っていうかあんた俺の味方じゃなかったのかよ。なんでのぞみと一緒にいるんだよ。私とのぞみさんは職場の同僚です。そしてあなたに制裁を加える目的でここに一緒にいます。制裁。あきらさん、あなたは今回のゆかさんの件も含めて結婚詐欺を2回もしていますね。何のことだよ。あきらが動揺する。するとゆかがちょっとのぞみ、あんたね、この誰だかわからない人に何か変なことを吹き込んだのと私に叫んできた。黙って聞いてなよ。私はきっと睨みゆかを黙らせる。そしてマサトさんが話を続けた。私は6年ほど前にアメリカにいた時期があるのですが、その時に舞という日本人女性の友人がいたんですよ。マサトさんがそう言った途端にアキラの顔がこわばった。舞。ええ、あなたがよく知る舞さんです。結婚を約束しておきながら結婚式の費用の300万を奪ってあなたは日本に逃げたんですよね。アキラは目をパチパチさせながら黙り込んでいる。嘘でしょ、アキラ。さすがのゆかもびっくりしていた。彼女はあなたに裏切られてひどく落ち込んでいました。私は父の友人であった舞さんのお父さんにも可愛がられてまして、アメリカにいた時はよくお世話になっていたのですが、お父さんもとても憤慨していました。ですがあなたをようやく見つけることができました。今日は舞さんとお父さんにも来てもらっています。すると個室のドアが開き、2人が入ってきた。アキラは2人の姿を見てぎょっとしている。やっと見つけたわ。貴様、これからどうなるか分かってるな。アキラは逃げようとしたが、全員でそれを阻止した。そして結婚詐欺をしたとして警察に突き出した。ゆかはびっくりした様子でアキラが逮捕されるのを見ていた。今まで贅沢な生活をさせてくれていたのは、すべて詐欺で得たお金を使っていたのね。のぞみ、ありがとね。私も騙されるところだったわ。ゆかが安堵した表情でそのように言ってくる。あんた、何言ってるの？私はあんたのこと許してないから。不倫をした慰謝料を請求するからね。あんたの今の職場も住所も興信所に調べてもらって分かってるんだから。地の果てまで追いかけるわよ。そんな。私は弁護士を通してゆかに慰謝料を請求。きっちりと300万を支払ってもらった。そして逮捕されたアキラにも慰謝料を請求した。こうしてアキラは罰金も含めて多額の借金を背負うことになった。舞さんを騙して得たお金は、アキラの両親が肩代わりして支払ったそうだ。アキラが改心することはないだろうが、ご両親にちゃんとお金を返してほしいものだ。その後、私は今回の件でマサトさんとの距離が一気に縮まり付き合うことに。そしてびっくりしたのだが、なんとマサトさんはこのファミレスチェーン店の経営者の息子で、いずれ社長を継ぐことが決まっていたらしい。現在は現場研修として店舗で働き、もう少ししたら本社での仕事が始まるところだったとのこと。マサトさんは私が真面目に仕事に取り組む姿に惹かれて、私のことを好きになってくれたらしい。私たちは順調に交際を重ね、そしてマサトさんにプロポーズされて結婚することになった。だが結婚しても、私はすっかりこの仕事が好きになったので、今もファミレスのホールとして働いている。まさか自分の人生がこのような展開を迎えるとは思わなかったが、せっかく得た縁を大事にしながら、夫との幸せな結婚生活を楽しんでいこうと思う。お前が買った高級車は、親にプレゼントすることにしたから。何言ってるの？母さんも父さんもすごく喜んでるんだよ。ちょっと待ってよ。最初からお母さんたちにプレゼントするつもりで買ったの？ああ、そうだよ。何を言われてももう買ったんだからな。もし逆らうなら離婚だ。え、離婚。その時、私の中でせき止めていた何かが崩れた。逆らうなら離婚。どの口が言ってんのよ。いいわよ、離婚で。私の名前はのぞみ、37歳の会社員だ。夫の正人と7歳になったばかりの娘のゆかと3人で暮らしている。私と夫は共働きなので、生活には困っていないし、娘もすくすくと成長している。それなりに幸せな日々を過ごしているのだが、夫に対して不満がないわけではない。夫は自分の家庭よりも自分の実家の人たちを大事にするタイプだった。もちろん家族思いなのはいいことだ。しかし娘よりも自分の親のことを優先することが多々あったので、私としては面白くない。それは娘が生まれる時ですらそうだった。私が陣痛が辛いと言って仕事中の夫に連絡した。もうすぐ生まれそうなので病院に来てほしいとお願いしたのだ。すると、ごめん。今ちょうど母さんが指をやけどしたって連絡が来たから実家寄ってくるわ。と発言。まさか妻の出産よりも母親のやけどの心配をするなんてありえないと思った。しかも義母のやけどは、ただ火をかけていた鍋を素手で触ってしまって、あちっとなっただけで、流水で冷やしたら何ともなかったらしい。そんなことで息子に連絡する義母も義母だし、慌てて駆けつける夫もどうかしてると思う。夫は真面目だし、私にも基本優しいのだが、こういったところは本当に困る。他にもこういったことはよくあった。娘の初めての誕生日があった日、それが義両親の旅行と重なってしまった。話では義両親から夫は車の運転を頼まれていたらしい。それで夫はまず義両親を車で送ることを優先。そして帰ってきて私と一緒に娘の誕生日を祝うこともせず、宿の部屋が追加1名行けたからと、義両親とそのまま泊まっていってしまったのだ。娘の初めての誕生日よりも、義両親との旅行を優先するなんてありえないと、夫に対しての不信感を抱いた。その後もこういったことはしょっちゅうあったのだが、簡単には離婚に振り切ることができなかった。やっぱり夫のことがまだ好きだったし、こんなにあっさりと娘から父親を奪っていいものかと気後れしたからだ。それに夫は自分の親を優先するだけで、娘に無関心というわけでもなかった。だからいずれは娘のことを優先してくれると信じていたのだ。しかし娘が生まれてから今年まで、夫は私と一緒に娘の誕生日を祝ったことは一度もない。娘ももう7歳だが、誕生日は2人だけで祝うものだと思い込んでいるようだ。私は娘に寂しい思いをさせないようにと、一度義両親も誘って娘の誕生日をお祝いをしようと思ったが、義両親はそちらに行くのはめんどくさいと断ってきた。確かに義実家からこの家に来るには車で2時間ほどかかる。だが夫はその距離を苦だと思わずにいつも義両親に会いに行っている。それなのにこっちに来るのがめんどくさいというのはわがまますぎる気がする。しかも義母に至っては本当に自分勝手で、私はそもそも男の子を産んで欲しかったのよね、と言ってきて、娘のことを全然可愛がってくれないのだ。私は長男を産んでと言ったのに、どうして私に逆らうのかしら。こんな言葉を言われた時は耳を疑った。性別を選ぶことなんてできないし、そもそも男の子を産むことがそんなに大事だとは思わない。別に夫の家は名家というわけでもない。義母が単純に古い考えの人で男の子にこだわっているだけなのだ。夫が娘の誕生日を私たちと一緒に祝わないのは、義母の機嫌を伺っていることもあるだろう。夫は何よりも義両親が大切という感じで、特に義母の言うことには逆らえないようだ。夫に連れられて義実家での正月の親戚の集まりに行った時は、これでもかというほどいろいろと言われた。義母は私のことをいびるのが生きがいにもなっているようで、男の子を産まないことだけじゃなく、他のことにもイチャモンをつけてきた。のぞみさんったら、どうしてこうもテキパキと動けないのかね。ほら、お酒が空いた人がいるよ。さっさとお酌をしないか。ここは遊郭か。ってくらいに私は義母にこき使われたし、義母は親戚たちの前で私を散々バカにしてきた。本当に息子はこんなに立派なのに嫁がダメでね。仕事だって地味な事務処理入力の仕事だってさ。よくもカタカタやり続けて飽きないわよね。私の仕事は事務処理ではなく、エンジニアだと何度も言っているのだが、義母は全く理解してくれない。それに事務処理だって立派な仕事だし、否定する意味もわからない。娘のことだって見えてるはずなのに無視をして、他の親戚の子たちにはお年玉をあげている。そしてそれを全く止めない夫にも腹が立つ。自分の娘が雑に扱われているのに、嫁がバカにされているのに、どうしてヘラヘラして義母の言うことに笑っているのか。しまいには、本当に嫁は俺がいないとダメだからな。と親戚の前で見えというかかっこつける始末だ。娘から父親を奪いたくないと思って我慢していても、だんだんと夫への愛が薄れていく。そんな中、ある日、夫が珍しく私に頼み事をしてきた。実は買いたいものがあるんだよね。一体何？車なんだけど。え、車？私はびっくりした。夫は別に車とかに興味がある人ではなかったからだ。どうしたの？急に。いや、ちょっと気分を変えて新しくしようかなって思って。ほら、俺、いつも実家に行くときに車を運転してるだろう。だから新しくしたいなって思って。私たちが住む場所はスーパーも近いし、私はそんなに運転をしない。車など興味がない私にとっては、あまり関心がないことなので夫に任せようと思った。まあ、好きにすれば。あなたがメインに使っているわけだし。そう言われた夫は、嬉しそうな顔をした後に、少し申し訳なさそうに話を続けてきた。あのさ、ここから本題なんだけど、車は俺が選ぶから支払いをのぞみにお願いしたいんだけどいいかな。え、夫は自分用の車が欲しいが、自分で車を購入する余裕がないので、私に支払いをお願いしたいようだ。実際、私の給料で家の家計を支えており、夫の給料は期待していない。産休の時も、夫は自分の給料を家計に充てることはなかった。だから私は産後すぐに仕事を再開した。と言ってもエンジニアなので、会社と相談して自宅でリモートで作業できるようにして、娘が小さい頃は子育てをしながら働いていた。自分の給料を自分のこと中心に使っている夫が、新車の支払いまで私に負担させるのは、わがままだと思ったが、まあ夫の機嫌がいいと娘の相手をしてくれることが多いので、私は許可することにした。わかったわ、いいわよ。ほんとか。ありがとう。車の購入が決まった夫は、とても嬉しそうにカタログを見たりネットで調べていた。一応私はお金を払う立場なので、一言釘を刺しておいた。私たち3人しか乗らないんだから、別にそんなに大きな車でなくていいわよ。ああ、そうだな。私の言葉に夫は適当に相槌を打っていて、聞いてるのか聞いてないのかわからなかった。そして夫はちょくちょくカーショップに出向いてディーラーの人と話をしているらしい。それから2週間ほど経って、夫が車を購入すると言って私をお店へと連れて行った。ずっとウキウキしている夫。そして夫に言われるがままに一緒に席について待っていると、担当のディーラーがやってきた。ご購入ありがとうございます。こちらが車と契約書になります。そう言ってディーラーが用意した車を見て私は驚いた。なんとそれは大型の高級ミニバンだったのだ。ちょっと、これを購入するの？あ、いいだろ。マジでテンション上がるよ。ちょっと待ってよ。全然私たちに必要ないと思うんだけど。将来のこと考えるとこれくらい大きい方がいいだろ。また子供が生まれるかもしれないしな。自分は悪くないと主張してくる夫だが、想像していた車とは全く違っていてびっくりした。だが仮にもう一人子供が生まれたとしても、4人家族には大きすぎる車だ。本気でこの車を買うの？私が何度もしつこく言うので、夫は不満そうな顔をした。なんだよ、しつこいな。ディーラーの方も困ってるだろ。任せるって言ったのはお前だろうが。そうだけど。じゃあいいだろ。これで決定な。夫はそう言って契約書にサインした。そしてディーラーの人が料金の説明を始める。私は額を聞いて驚いた。ちょっと、これは一括とかでは払えないわよ。ローンとか組んでよ。なんだよ、仕方ないな。夫は自分の名義での契約にこだわっていたので、ローンを組んで契約した。今後は夫の口座に私がお金を入れて車のローンの支払いを行うということになった。こうして車を購入した私たち。後日、希望通りの車が我が家にやってきた。おう、すごいな。めちゃくちゃかっこいい。車を見た夫は大はしゃぎしていた。まあ、夫が喜んでいるならいいか。そう思っていたのだが、この後思いもよらない出来事が起きた。それは週末のある日のこと。夫が車の鍵を持っていたので、どこかに出かけるのかと思い声をかけた。あれ？どこ行くの？母さんたちのところだよ。ああ、そうなの。また娘を置いて義実家に遊びに行くのか。あの車に乗っていくんだね。すると夫は嬉しそうにまさかの発言をした。ああ、そうだよ。お前が買った高級車は親にプレゼントすることにしたから。何言ってるの？母さんも父さんもすごく喜んでるんだよ。もちろん遊びに行く際に俺も毎回乗るつもりだ。ちょっと待ってよ。最初からお母さんたちにプレゼントするつもりで買ったの？ああ、そうだよ。嘘でしょ。あなたが欲しいって言ったから購入を許可したのに。だからだよ。最初から親のために買うって言ったら絶対にお前は首を縦に振らないって思ったんだ。当たり前よ。そこまで自分の親を優先にするなんておかしいわよ。何を言われてももう買ったんだからな。名義も俺だし、俺が好きなようにするんだ。もし逆らうなら離婚だ。離婚。その時、私の中でせき止めていた何かが崩れた。夫に対しては不満があったが、娘のことを考えて理性が歯止めをかけていた。そして夫も自分の親を優先しているとはいえ、私と娘という自分の家族のことも大事にしていると思っていた。だが夫は自分の親のためには私たちを簡単に切り捨ててもいいという発言をしたのだ。ありえない。逆らうなら離婚。どの口が言ってんのよ。困るのはそっちだって分からせてやるわ。いいわよ、離婚で。これ以上、あなたに振り回されるのはごめんよ。さっさとママとパパのもとにお帰りなさい。親離れできないお坊ちゃん。私はあえて挑発するような言い方をした。すると作戦通り、夫は顔を真っ赤にして怒り出した。はあ？お前、俺のことをバカにしてるだろ。上等だよ。それじゃあ今すぐ離婚しようじゃないか。離婚届取ってきてやるよ。夫は鼻息を荒くしながら役所へと行った。その隙に私は荷物をまとめ始めた。実家の両親にも電話して事情を説明し、迎えに来てもらうことに。娘にも荷物をまとめるように指示を出した。そうこうしているうちに夫が戻ってきた。持ってきたぞ。さっさとサインしろ。夫は役所で記入してきたようで、怒りからなのかものすごく濃い字でサインされていた。私は淡々と自分の箇所をサイン。じゃあこれは私が提出しておくから、さっさと行けば。言われなくても言ってくるよ。全く本当に最低な嫁だな。ドタドタと足音を大きくしながら出て行った夫。どうしてこんな人との結婚生活をここまで続けてしまったのだろうか。こんなことなら早く別れればよかった。だが後悔してもしょうがない。別れられたことに感謝して、これからはシングルマザーとして頑張っていこう。夫が出て行った後、数十分後に私の両親が来た。三人で手分けしたので荷物はすぐにまとめ終わり、親の車に積んでとりあえず実家に帰った。その間に離婚届も提出し、私は無事に夫との離婚が成立した。ただの紙切れだが、提出して公式に夫婦じゃなくなったと実感すると急に心が軽くなった。それから私は娘と二人で住むための部屋を探すことに。夫と離婚して1週間ほど経った頃、私の実家にあの時、夫が購入した高級車が止まっているのを発見。ちょうどスーパーで買い物をしてきた帰りだったのだが、なんでここに来てるのかとすごく嫌な気分になった。私が娘と一緒に実家の中に入ると、今に元夫と元義両親の姿があった。母がこっちに気づいてきてくれて、娘を連れて別の部屋に行ってくれた。私が一人で居間に行くと、元夫が慌てた様子で私に話しかけた。おい、のぞみ。あの車の保険ってどうなってるんだ？激しく動揺した様子で質問してくる元夫。いきなり押しかけてきて何なの？そういうの困るんだけど。私が冷たく言うと元木両親が声を荒げた。私たちだってこんなとこに来たくないよ。どうにもならない事情があったから来たんじゃないか。なんで私が怒鳴られなければならないのか。声を荒げる元木両親に私の父が静かに怒った。だったらお帰りいただけますか。あなたたちはもう赤の他人なんですから、警察呼んで追い出したっていいんですよ。すると元木両親は怯えて黙り込んだ。なあ、のぞみ、教えてくれよ、どうなってるんだ。保険の支払いは？私はため息をつかざるを得なかった。あなた、契約の時のこと忘れたの？あなたが絶対に名義は自分がいいって言うから、あなた名義で購入してローンもあなたの名義で組んだんじゃないのよ。保険だって自分で払うしかないでしょ。私の言葉に元木実家の全員が顔面蒼白の状態。元夫は自分の見栄のために自ら損をする選択を取ってしまっていたのだ。まあ、そもそも私はあの車は欲しいと思っていなかったので、元夫が自分の名義で購入するのが普通だし、支払いができないのも自業自得なのだが。そんな。話を詳しく聞くと、どうやら元夫たちは高級車に舞い上がっていて、車の運転が荒くなっていたらしく、ガードレールに突っ込んでしまったらしい。そして正面の部分が思いっきり壊れてしまったんだとか。そういえば元夫たちが乗ってきた車は、私が帰ってきた時は正面がわからないように止めてあったので、ちゃんと見てなかった。つまり元夫たちは、支払いを担当していた私に保険について聞きに来たというわけだ。この車はローン会社の所有であるので、すぐに直さなければならないだろうし、保険に入っていないのだから全額自己負担だ。しかもガードレールの弁償代もかかるだろう。高級車の修理費用なんて一体いくらになるのだろうか。相当高そうだ。結局、元夫たちは車を返した上に多額の修理代を請求されることになったそうだ。元夫からはその後もやたらと復縁を迫るメールが来ていて、その中には自宅の家賃や光熱費も払えなくなり、義実家に戻ったことも書いてあった。だが今回のことで、運転をしていた元夫は元義両親から相当責められたらしく、現在は気まずくて家にいたくないのに、借金が多いから一人暮らしができないという状況らしい。元夫は今更になって、娘に会いたいとしきりに言ってくる。そんなの都合が良すぎるし、絶対に会わせない。私は元夫のメールは無視し続け、もちろん娘と二人で暮らしている新居のことについても教えていない。唯一心配だったのは、娘が元夫がいないことを寂しがらないかという点だったが、思いのほか全く気にしていないようで、のびのびと楽しそうに過ごしている。これからも私は娘との生活を守るために一生懸命働いていこうと思う。